えー、ある男性から聞いた話したんですが、彼の地元には一本の川があったんです。で、その川には下流に滝があって、夏になると若者がそこから飛び降りて、この滝壺に落ちるスリルをこう楽しむわけなんです。で、その落差数メートルはあるから、まあ、二十歳ぐらいのね、二十代くらいの若者のまあ、度胸試しみたいな形になってるんですけど、数年に一回ぐらい人がそこで死ぬんです。 その竹は思い切ってジャンプして滝壺に落ちることができれば何ら大丈夫。でも勢いが足りないと、滝壺の手前にある岩肌に激突して死ぬんです。それがね、この水分の多い果物を潰すような弾ける音と、コンクリートに硬いものと叩きつけたような嫌な音と一緒にですね、皮が赤く染まるわけです。で、次に水面から浮いてきた時にはばっくり体が割れてる。 今までに何人も人の血を吸った滝壺だったんです。彼が小学生の頃、その川の上流の方で弟とサオガニを取って遊んでたんです。そのあたりの流れは浅くて、ふくらはぎくらいが水に浸かる程度。二人で川に入って夢中になって水面を見てると、後ろからバシャッと音がした。パッと振り返ると、後ろでカニ取ってた弟は転んだとこだったんです。 川の中で転んだから、もう弟さんずぶ濡れになって川の中に倒れてる。ああ、石にすべて転んだんだな。ああ、こんな濡れちゃってお母さんに怒られんなーなんて思って見てると、弟なかなか立ち上がんない。顔まで水に浸ってるんです。何やってんだと思ってると弟、弟ザワって水から顔を上げて、くぼっぽぽぽって言うとまた手足をバタつかせる。何やってんの立ち上がればいいのに。 って思ってる間に、弟さん、暴れてるにもかかわらず、足の方から川島の方に流れてくんです。え顔を水面から出したり引っ込めたりしながらもがいてる。溺れてるんです。ふくらはぎ程度の浅さの水で。しかもすごい速さで川島を流されていく。おかしくないかと。そんなに流れが速い川じゃない。足の方から流されてるってどうなってんだ いや、違う。流されてるんじゃない。と何かに足を掴まれて、川島の方に引きずられてるんです。どんどん音と距離が離れていくる。待ってって彼は川の中をバッて走って手を掴んだ。重いんです。重いどころか彼も引きずられてそのままに転がった。バシャッと水の中に体が入る。立ち上がれないんです。溺れるんです。 二人はどん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 川下方に流されていく。パッって顔を上げて呼吸する。で、手で踏ん張ろうとしても全然歯が立たない。もがくたびに体のあちこちが川底にガリガリ当たる。それでも止まんない。何かに引きずられる弟と一緒に彼もどんどん川に流れていく。ガババババって溺れそうになるたび顔を上げていをする。まずい。このまま流されたら、この先滝壺に繋がる。この勢いで、 滝きつぼに落ちたら、岩を飛び越せない。岩にぶつかる。二人とも死ぬ。それでも勢い止まんないんです。どうしようどうしようやってる間に、パって顔を上げた時、お前ら何してんだって川の脇から声がして、犬を連れたおじいちゃんが不審そうに二人を見てる。その瞬間、弟がピタって動きを止めた。二人でザバーッ って、で水から上がって、あ、はあ、はあ、はあ、息をつく。なんだったんだ、今の。弟が言うんです。俺、ずっと足誰かに掴まれて引っ張られてたよ。ふっと彼は頭をよぎったことがあった。今まで滝壺に落ちて死んだ人って、ただ単に飛ぶ時の勢いがなかったんじゃなくて、 もしかしてって。えー、川に流れるという話です。<laughs> よし、ではではでは。えーと、ある男性に聞いた話なんですが、えーと、彼がですね、小学校6年生の時に、えー、場所も、 言っちゃいましょう。えっと、福岡にある奥野院っていうところに、おじいちゃんおばあちゃんと巡礼ツアーに行った時のことです。でその奥野院にはですね、まあ、あの、ちっちゃい時から毎年2回ぐらいのペースで行ってたんですけど、まあ、そこはこう、バイクロバスで近くまで行って、徒歩で、えー、1キロか2キロぐらい道を上がったところにあるんです。で、まあ、小学校6年生っていう、ある意味、最高学年ですからね。 で、今までで一番早く行こうと思って、もう肩ベースバーって上がってって、そしてその帰り道のことなんです。奥の院の山道って両脇に木が並んでいて、くねくね道がつづら折りになってる。で、道の途中途中で脇道があって、近道になってる場合もあって、その脇道をふっと見つけた。それがね、見慣れない、多分初めて見た道だって言うんです。で、今まででこう一番早く行こうって思ってたから、もうその道を選んでいくことにした。 普通そういう脇道っていうのは、まあ、2、30メーターで他の道繋がるもんなんですが、その倍以上あるってもまだ道が繋がらない。そのうちに霧が出てきたんです。濃い霧で、ま、あ本当に5メーターぐらいがやっと見えるぐらいのそんな濃い霧。で、その霧の中進んでるとちょっと広いところに出て、その広くなってるところには一本の大きな木が立ってるんです。それがね、 周りの幹幅の3倍はあるかっていう巨木なんですね。そして締め縄が巻いてあって、ああ、こんな木もあるんだと思いながらその御神木ですよね。の脇を通り過ぎて道を降りてった。だんだん心細くなってくるわけです。ああ、早くスタートのところの駐車場に着きたいなーっていう気持ちでいっぱい。でその霧の中をずっと進んでいくと開けた場所について、 そこには駐車場があって、向こうには休憩所だとか食堂が立ってるんですけど、スタートの地点とは違うところなんです。周り見ると、大人たちがいる。なんですが、空気がおかしかったって言うんです。なんて言うんですかね。正規がないんですよ。そんなふうにおっしゃってました。 その当時は子供の参拝も多かったんですが、子供は一人もいない。店は開いてるようなんですが、店員の姿は全くない。正規のない大人たちだけがぼーっとふら,ふら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 歩き回ってる。駐車場にも、なぜか車は一台も止まっていない。ここ違う。ここどこなんだ 怖くなって、無我夢中で道を引き返したした。霧の中をがむしゃらに突き進む。その時ね、まるで、なんだか現実離れしてるような、ふわふわっと、夢の中にいるような感覚がしたって言うんです。ご神木まで戻って、その前を通り過ぎた瞬間にあれだけ濃かった霧がスーッと晴れてった。そして時計を見てびっくりしたって言うんです。 体感時間の半分以下だったって言うんです。ああいうのが神隠しって言うんだろうか。自分は神隠しに会いかけたのかもしれない。そんな風にその方おっしゃっていて。そしてその後、奥の院を再び訪れたんですが、その道、ご神木、駐車場、すべて見つからなかったんです。えー、奥の院っていう話です。 えー、ある女性から聞いた話なんですが、この女性、大学1年生の時に、えー、フランス語の授業があって、で、このフランス語の授業の先生っていうのが、この後期のテストを学校の試験期間に行わないで、この最終授業日に行うということで、その日の1個前、最終授業テストの1個前の授業の時っていうのが、いわゆるこのヒントを出してくれる日だったんですよ。なんかあったじゃん、そういうの。 なんか僕も聞いてて懐かしいなぁと思ったんですけど、でもその日って朝からすごいひどい雨が降ってて、さらにこのフランス語っていうのは一言目だったんですね。だから、わ、まあめんどくさいなと思ったけども、まあ、ヒントが出るから、行かなきゃ行けない。というか、まあ行くに越したことはない <laughs> わけですよ。で、大学行ったんです。で、この語学の授業のある校舎っていうのは、大学のこの大教室みたいな劇場型の構造じゃなくて、まあ、高校の 本当に教室,、あのー、教室みたいな感じのところの作りなんですよね。教室入ったら、生徒あんまいなかったんですけど、まあ、最終的に10人ぐらいが集まって、それが全体の3もう半分くらいの人なんですね。で、チャイム鳴ったんですけど、生徒それ以上来ないし、先生も来ないんですで。最初それぞれのグループで何だろうね、なんて喋ってたんですけど、10分15分経っても来ない。するとだんだん周りがそわそわするわけです。 っていうのが、この授業に先生が遅れてきたことなんかないんです。だからもしかしてなんか出てるかもね、なんて生徒の一人掲示板を見に行った。戻ってくると、いやー、何も貼ってなかったなー、なんて言うんです。じゃあ、ということで、この職員控室に行って聞いてこようっていうことで、彼女と他2名のこの3人で控室行ったんですね。で、彼女はもう先生、これ連絡忘れたんじゃないのって思ってたんですけど、 教室復帰室行って事情を話すと、先生、授業に行かれましたよって言うんです。あ、じゃあ教室の変更になったんですかって聞くと、いやー、いつもと同じ教室ですよって。えっと。おかしい。教室に戻ってみる。やっぱり、いない。 部屋に入る前に教室の扉の上にある教室番号を確認してもいつもと同じ。戻って全員に伝えると、なんとも言えない。え、どうすればいいのと。で、終了までの時間を過ごしたんですが、結局その日他に誰も来ることなく終わってしまった。試験当日、先生前の授業に何にも触れずにごく当たり前にテストを始めたんです。 終わった後に先生に先週何で来なかったんですかって聞いたらいつも通り授業ここでしてましたよってキョトンって答えられたえっとずっとここで待ってたのにってで前回一緒にいた生徒といくら言っても先生の言うことは変わらないでね前回その場にいなかった生徒たちはいやいやいや先生ここで遅刻なしに授業してたよっていうわけです逆に向こう側では 彼女たち10人がごっそり授業に出席しなかったのは、ひどい雨だからサボったんだと、そう思われてたんです。そのまま何の決着を迎えることもなく授業が終わり、他の生徒と同じ授業を履修することもなかったから、未だにこの件は、うやむやのままなんだそうです。えー、すれ違いって話です。 これ明確な会議とか起きてないんですが、あのー、個人的にすごく好きなお話で、えっと、ある男性に聞いた話なんですけど、えっと、結婚した1年後のことなんです。で、彼らはお子さん欲しかったんですけど、あのー、なかなかできなくて、その日もこの、子作りに勤しんでたわけでございますよ。ってことが佳境に入って、この彼が足した瞬間にですね、 ある強烈な予感がしたんだと。奥さん見ると、奥さんも何かを悟ったような顔で目を見開いてるんです。彼が、あのさ、って言うと、奥さんが、うん、わかるって言うんです。次の瞬間、二人で声を合わせて、今のでできたよね後日、奥さんに妊娠が確認されて、無事に元気な男の子を出産して、 えー、現在をですね、育児に奮闘する日々を送っているそうです。えー、予感っていう話です。えー、ある女性に聞いた話なんですが、彼女の旦那さんが一人で里帰りした時のことなんですで、彼が実家に帰って今に行くと、今のテーブルの上にカレー用のスプーンが置いてあるんですが、そのスプーンがぐる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 って一回転した状態でポンって置いてあった。何これって。 思うわけです。で、パッってスプーンをさると、それがもう回転してる状態でカチカチに固まってる。お母さんに、ねえ、このスプーン何って言うと、あ、それね昨日お父さんが曲げたのって、えって。いや、昨日ねって。なんかテレビで超能力系の番組がやってて、そこにスプーン曲げの人が出てたの。それでその人が、これからテレビの向こう側にも念を送るから、 家にあるスプーンを持ってあなたも挑戦してみてくださいって言ったの。そうしたらお父さんが、おい母さんスプーン持ってきてくれって言うからさ、お父さんやめてよ絶対曲がんないんだからってスプーン渡したの。そしてテレビの前で曲がれ、曲がれって言いながらスプーンふって引っ張ったらぐにゅーって回っちゃったの。そうやってお父さん食器庫ダメにしちゃったの。ってお母さん怒りながら言ってたそうです。 1、えー、一回転という話ですでは次のお話はちょっとまた、えー、雰囲気が変わってですねえっ、ー、と言い伝えにまつわる話でありますえっ、ー、とある男性なんですけど彼がですね「オレンジの蔵には昔から言い伝えがあると」とそれが「絶対に2階の窓は開けるな」っていうものだったんです で、これ自体って、あのー、実はね、えっ、ー、と、別段不思議なものではないというか、ああっていう裏付けがあるものなんです。っていうのはね、蔵の利点って防火性なんですよ、一つは。土壁で蔵ってできてるから、窓とか玄関をピシッと閉めると、中に空気が入んないから、周りがどんだけ燃えようが、蔵の中に入れたものに火がつくことってないんです。 だから、扉を閉めておきなさいというものだと思ってると、これが違うんですね。彼のおじいちゃんがこんなことがあったって喋ったことがあって、彼のおじいちゃんが若い頃、蔵を掃除しようと思ったんですよ。で、埃溜まってたから2階の窓を開けて、中のものを出していく。で、庭でそれらを拭いて、溜まった汚れを落とすと。で、終わって、物を中にしまって鍵をかけたんです。 なんだけど、パって2階の窓を見ると、中に何人かの子供の姿が見えたんですよ。あ、閉まったと。近所の子供たちはいたずれで入ったんだと思って、慌てて入り口に向かって。で、鍵ガチャガチャガチャっていじってるときに、あれって思ったわけです。俺ずっと入り口の前に掃除してたな。入る隙なんかあったかって思ってると、中からドタドタドタタタタタって階段駆け下りる音がして、前、 目の前で扉がバーンとか開け放たれて、車の中から子供たちがわーって飛び出してきたんです。なんだけど彼らは、おじいちゃんの体にぶつかると、体が通り抜けて次々スーッと消えてくんです。もやにぶつかったようだったというんです。えってびっくりして何もできないでいると、最後の一人がドタタタタタって駆け寄ってくると、おじいちゃんの手にガッてしがみついたんです。消えない。 その瞬間、腕全体を針で刺すように、ギャッて激しい痛みが襲った。で、ヒッて声を上げると、しがみついた子供の体が、ブワッて風船みたいに膨れ上がって、バーンって弾けて消えた。おじいちゃんの腕には、全体に無数の青いあざができてたって言うんです。 彼言うんです。俺はお前が言うように、蔵の中のものが燃えるのを避けるためにじっちゃんがついた嘘だと思ったんだ。ある日彼蔵に入ったんです。蔵の中相変わらず埃が溜まってカビ臭い匂いがする。それからふっと2階の窓に目をやると、指の跡が筋になっていくつもいくつもついてて、埃がそこだけなかったんです。 まるで窓を開けようとして何回も何回も触ったみたいだった。それから彼はおじいちゃんからの言い伝えを守ってるんです。えー、蔵の窓って話です。えー、次珍しく僕の実体験を喋ろうかなというわけであります。えっ、ー、と、 小学校4年生の時でした。えー、で僕、その時学校、小学校に行ってて、体育の授業で校庭で体操してたんです。で、真夏でね、すごい太陽がギラギラしてる記憶があります。で、こう、焼けついたグラウンドで、えー、僕ら生徒校舎の方を向いて、先生の動き合わせ、こう、体操してたわけなんです。そしたら、えっ、ー、とね、すんごいでっかいジャンボジェット機が、校庭の裏山の方から校舎を越えて、スッと姿を現して、 それがまあ大きいんですよ。空を覆い尽くすような大きくて。っていうの、あと、低いんですよ。だからすごい大きく見えてるんですけど。で、えっ、ー、と、飛行機の影でグラント暗くなった記憶もあるんです。でうわーすごいすごいすごいと、声を上げたんですけど、極端な低空飛行なんですよ。校舎の屋上に期待すりそうなぐらい。っていうのは、 いるとこから操縦席とか乗客室の窓ガラスがはっきり見えたんですよ。白いボディに青いラインがある機体だったんですで。飛行機その後向こうの空に飛んでってやがて見えなくなって。で、大人になってもね、そのことすごい不思議だったんですよね。うん、っていうのはその学校の裏手って山なんですよ。で、周り住宅地でそんな低空飛行で飛べるかと。 で、さらにこのジェットエンジンがついてるから、そもそもあんな飛び方多分そんなとこできないんですよね。なんだけど、まあ、僕ら見てるし、青いラインの曲がり加減とかその色合いまではっきり記憶がある。あれ何だったんだろうってすごく気になって。で、その飛行機の姿あんまりはっきり覚えてるから調べたんです。 で、旅客機って検索して、ひたすら旅客機の写真をこう、送ってったんですね。そしたら、あったんですよ。それが、イギリスの旅客機。だったんですよ。なんだけど、僕のいた小学校を通る、イギリスの国際便の空路って存在しないんですね。で、それ思い返すと、やっぱり、変で、 わあ、ジェット機だ、すごいすごいって僕ら言ってたところでこう、あれなんですけど、飛行機飛んでた時に音してなかったんですよ。だから、ああ、すごいすごいっていう声、友達の声や僕の声が通ったわけなんですよね。ジェットエンジン付きであるはずの機体が無音のまま、その極端な低空飛行のも僕らの頭上を過ぎてったんです。未だに友達と、 あれ何だったんだろうねなんていうので、よく話題に上がる一つであります。えー、旅客機って話です。よし。ではでは、次の話。俺もちょっとうろ覚えだった。よし。これも僕の実体験ですね。えっと、僕、大学生の時で、まあ、心霊スポットによう行ってたんですよ。で、えー、っと、その日ね、あるホテルの廃墟に行こうってことになって、 で、そのホテルは、えっと、まあもう潰れてしまってるもの。まあもちろん廃墟だからそうなんですけど。で、僕ら意気揚々とこう行ったんですけど、行ってる途中で雨降ってきたんです。で、雨の中、この車にゆっくりゆっくり走らせていくと、そこにあるとされてるポイントまで近づいたときに、このね、薄汚れた白い巨大な工事用の膜が見えたんですね。っていうことは、取り壊してるってことじゃないですか。だから、あー、 で、ってこうなったんですけど、まあ、せっかく来たし、近くまで行こうよってことになって行ったら、まあ、そこはその工事用の幕で包まれた、まあ、瓦礫の山だったんですよ。で、あーあ、つって瓦礫の上をみんなで歩ってて、まあ、だから諦めきれないんですよね。せっかくこんなとこまで来たのにって思いがあるから。瓦礫の上をあー、って言いながらみんなで歩いてたら、下に続く階段があったんですよ。だからそこから降りてみようぜってことになったんですよ。 だから、要は、地上階から上が壊れてて、地下階が生きてたんですよね。まだ壊されてなかったんですよ。で、行こう行こうってこう降りたんですよね。そしたら、この中がもう床とかが腐ってぐちゃぐちゃになってて、部屋と部屋の壁なんかもぶっ壊されてて、だからもうな、なんつうのかな。フロア、巨大な一フロアみたいな感じなんですよね。で、あの、廃墟で怖いなって思うのってこの生活感を感じるものじゃないですか。 例えば住人の食器が出しっぱなしになってるとか、服出しっぱなしになってるとか、もうそんなんなくて、なんか、ボロくて広い部屋だなっていう感じ。だから、もう怖さはなかったんですよね。で、うろうろしてると仲間の一人が下に降りる階段を見つけて、それがね、一通、一人通れるぐらいの、やっとなぐらいの、こう狭くてちょっと不安だなって思うような階段で、でそこを降りていくとまた広い部屋があって、で、そこは、 トイレがあったんですよね。それがね、鏡も割れてない、綺麗なトイレで、で、そこをこう探索していくと、この下に続くでっかいスロープ見つけたんですよ。でそこ降りていくと、この、コンクリートの床になってて、ところどころにこの、床に鍵格好が書いてあったんですね。で、あ、これ駐車枠だと。あ、ここ地下駐車場だったんだって分かってで、でもまあそれしかないから、戻ろって。で、スロープ登ったんですよ。そしたら、 地下1階に着いちゃったんですよね。で、あっても僕らすぐ気づいて、あれここ地下1階じゃねって。あれトイレあったフロア飛ばしたな。あ、俺ら違うスロープ上がってきたんだっけって思って地下駐車場にまた戻ったんですよ。なんだけど、スロープが1個しかないんです。さらに、地下1階にまた戻ってきて、 いや、二階に降りた時に使ったよなっていうちっちゃい階段が見当たらないですよ。で、いや、絶対ここにあったってってみんなが言う場所。僕も思ってる場所。そこが壁なんですよ。いや、変だ変だ、絶対変だって。行って、えー、スロープの内側に窓がついてて、そこを覗き込んだやつが、うえってびっくりしちゃう。見ろ って言うんですよ、僕らに。地下2階なんかねえよって言うんです。え、何って覗き込んだら、その窓から地下駐車場の床が見えてるんです。要は、吹き抜けだったんですよ。だから地下2階だって僕ら思ってる空間にはスロープがあるところだから、そこに1フロア存在できるはずがないんですよね。で、あれ地下2階ってさ、 トイレだよな。トイレあったとこだよな。ってみんな覚えてる。でも、他どんなんだっけって言うと、なんかね、ぼやーっとした記憶しかないんですよ。やけに綺麗な、もう綺麗すぎるトイレなんですよ。こんなボッコボコの廃墟で、なんであのトイレだっけ今も使われてるみたいに綺麗だったのあ、写真撮ってたよな。って話になって。そうだそう、デジカメで写真撮ってたわ。って言って、プレビュー見てくると、 地下1階の写真ある。地下駐車場の写真ある。地下2階で撮った写真ないんですよ。なんだけど、プロパティで写真のファイル番号を見ると、地下1階の写真から地下駐車場に行くまでにファイル番号飛んでるんですよ。ってことは、やっぱ撮ってんですよ。撮った後に消えてんの。何これ。でももうその後どうしようもないから、 帰帰るしかかないから帰ったんですよその後に、2チャンネルで、その廃墟のスレッド見てたら、僕ら行ったすぐ後に取り壊されてたっていう書き込みがあったんですよ。もしかしたら、僕らが行った廃墟、あ、僕らがその廃墟に行った最後の一組なのかなって、えー、ぼんやりと思ってます。地下2階って話です。 えー、ある男性に聞いた話したんですが、この男性が、とある職業訓練の宿泊施設に、この、えっ、ー、と、研修で、えー、しばらくのり止まった時のことなんです。で、そこに泊まり始めて、まあ、一週間ぐらい経った頃、まあ、かなり長期の研修だったんですね。夜トイレに行ったんです。そしたら、廊下の向こうから誰かが歩いてくる、その足音がする。ふっと見ると、まさに人が、 来ようとしてるんですけど、うつむいて歩いてくるから顔がよく見えない。でも女性だっていうのが分かって、ショートカットで自分の会社の制服着てるんです。そして向こうから歩いてくるのと同時に何かつぶやいてるなっていうのが分かった。ちっちゃい声でその人が連れ、ちこう、ブツブツブツっと言ってるのとすれ違ったんですけど、その時に、のせい。 のせい。なんとかのせい。なんとかのせい。っていうのを繰り返しているのは聞き取れた。で、すれ違っては、なんかブツブツ言ってたな。大丈夫かなあの人。なんて思って歩いてふって気がついたんです。なんでこの夜の中に制服着てるのって。はって振り返ると、その女はもういない。 急いで女がいた方向に行ってみると、廊下の曲がり角の先で女が座り込んでる。そして、<laughs> <laughs> 泣いてるんです。でふって顔を上げた。見たことがない女だったんです。それでそのことを同僚に話すと、ああってこんな話をしだしたんです。昔ねって。 ここで女性の新入社員が性的な虐待をね、その時のやってた方のこの教えてた側から受けたんだって。でもちろん警察沙汰になってその教えてた方って処分されたんだよねって。その後、この女性っていうのがいるはずがない部屋の外をこう歩く姿を見られたりとか、廊下の向こうから歩いてくるのをこう見るっていう人がいっぱいいたんだって、っていう話をするんです。 ああ、そうなんだった。じゃあ、女の人その事件に死んじゃったんだって言うと、いや、違うんだって言うんです。この女性生きてるって言うんです。いわゆる生き量なんだと。この女性っていうのはそこを即座にやめて、今もどこかで生きてるって言うんです。でも生き量が出るくらいだからなって、その時の恨みで今も出てるんだろうな、なんて動機はいいんですけど、まあ、昨日の夜見た女はもしかしてそれかと思うとゾッとする。でも彼がね、 気になることがあると。っていうのは、女がその時の恨みだけで出てるとは思えないって言うんです。なぜですかって聞くと、女が顔を上げた瞬間に、彼の目の前で目を合わせ、わー <laughs> ってすっごい大きいあくびして笑ったんだって言うんです。恨みだけで出てきた人間があくびなんてしますかね そのあくびでぽっかり開いた真っ暗な口の中がものすごく怖かったんですそんなふうに言ってましたえー、あくびっていう話ですえー、最後はちょっと長めのお話をして、えー、10話目にしようと思うんですがえっ、ー、と、ある女性に聞いた話なんですが彼女東京で彼と2人暮らしをしてたんです で、彼女たちっていうのは大学のゼミで出会って、彼女の方が転がり込むようにして二人で暮らすことを始めて。すごい仲が良かったんですね。で、この彼の方の実家っていうのは元は大きな古い旅館で、彼実家のことがすごく好きだったんですよ。で俺は家を継ぐんだと。俺はあの家が大好きだから、お前にも好きになってほしいなって彼がよく言ったんです。これって、 結婚をもう考えてるよ、俺はって意味じゃないですか。なんだけど、彼女としては結婚ってまだまだ遠いもので、当時学生ですからね。まあ実家も持てなかったし、それについてはっきり何か言うことはなかったんですよ。で、付き合い出して何年か過ぎて、就活の時期が来て、彼はもう家大好きですからね、もちろん実家から通えるところを探して、彼女は東京で職を探したんです卒業するにあたって彼女たちは離れ離れになる。 で、この時代っていうのはね、あのー、まだね、こんな風にスマホでポンポンとビデオ通話ができる時代じゃなかったんですよ。だから、二人はそれを寂しく思って、えー、ウェブカメラを彼女に買ってあげたんですね。もう懐かしいですね。もう20年近いくらいの時代ですかね。まだ映像通話っていうのが無料でできるのが、パソコンのスカイプとかのビデオ通話しかない頃の話ですよ。で、これで毎日ビデオ通話しようと。顔見ながらだときっと寂しくないよ、なんて。 で、彼女カメラを受け取って、二人はそれぞれ新しい生活に踏み出したわけです。で、初めてウェブカメラ起動して映った彼の部屋はもう話に聞いてた通りだったんです。柱黒く変色して、もう歴史を物語ってるもの。いい家だろうって、俺はこの家が大好きなんだ。お前にも好きになってほしいんだ。って彼自慢げによく言ってた。それから時間がある時はいつも彼とスカイプでウェブカメラを通じて話をしてたんです。でね、 彼女たちはもう別れちゃったんです。ここからが別れた理由なんですけどって言って彼女は話し出したんです。ある日いつものように彼と話してた。彼の後ろにはちょっと変色した襖があって、その上に黒くなった欄間があるんですが、普通旅館なんかにあるのって竜だとか雲だとかね、梅の木だとかね、の透かし彫りなんですけど、彼の家のものは細い格子状のものだったんです。 そこに、白いゴム風船が置いてたんです。彼の部屋って一つの部屋を襖まで仕切ったもの。隣の部屋暗くてゴム風船はこっちの部屋の明かりを反射して見えてる。誰もいないのにゴム風船見てると、そのゴム風船には、潰れたような目と口があったんです。ゴム風船だと思ったもの、それは、 毛がまばらに生えた幼児の首だったんです。次の瞬間、ふわっふわって下からどんどん首が出てくる。みんな同じ顔してる。あっという間に一列目、全部、子供のブヨブヨした顔で埋まって何も映してないみたいで、じーって彼が見てる。そして一列目の隙間からまた顔が覗いていくって。何列も何列も何列も首が重なっていて、隙間がギチギチに埋まってるんです。 で、ようやく喉から悲鳴が出て、うしろそこで、彼女の声にびっくりして彼ら振り返る。え、何何もいないじゃん。全然彼に見えてない。なんだけど相変わらず首たちは、潰れた目で彼を見てる。彼女とっさにパソコンの電源コンサートバーンって引き抜いて。何もできないでいると。彼からの着信で携帯に電話があって、どうしたのって言われに、何もない。疲れたから寝るってだけ言って電話を切ったんです。 次の日の夜、彼女ビデオ通話嫌じゃないですか。だから、気分が乗らないからやめてくれって言ったんです。彼は分かったって言って通話を始めたんですけど、突然彼が、じゃあ行くよって言った瞬間に画面いっぱいに幼児の首映ったんですよ。ランマの目の前でカメラ起動したんですね。ギチ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 って首を動いてる。そしてカメラ自分の方に向けると、ギャラ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 って笑って、目があべコベの方を向いてグリグリグリ,グリ回ってる、やめてって言って通話を切る。 メッセージが届くんです。なんで話そうよ。通話通話。ビデオ通話だよ。出ろよ。今すぐ出ろよ。なんで話そうよ。通話。彼女無言でパソコン落とした。それからしばらく彼からの連絡が途絶えた。ある程度時間が経って彼からまた連絡があったんです。もう映像なんか見せられたくない。 でも付き合っていたことは事実であるし、彼女自身も寂しい気持ちもあって、通話に応じようと思った。すると彼は、分かったごめんね、これから音声にしようって言ってくれた。でも通話が始まってから突然、彼のカメラのウィンドウが立ち上がって画像を読み込み始めたんです。当時のスカイプでは使用上こっちから相手のビデオ送信キャンセルすることできなかったんです。うわーって声を上げて反射的に通話を切った。 それから彼女は彼と直接会って別れたんです。でももう、彼の様子がおかしくてっていうんです。別れ話してるときもいきなりゲラゲラ笑い出したり、もう時々何言ってるかわかんなくて、尻滅つ,つっていうか、またもう頭おかしいっていうか。それからあと、彼女の携帯にはすさまじい数の彼からのビデオ通話の着信があったそうです。 えー、別れた理由というお話です。えっとね、初おろし。これすごい短い話なんですけど、いいなと思った話で。僕はあの、VR で話を聞いて集めるっていうのをこう、まあ、たまにやってるんですけど、まあ、仮想空間に入ってですよね。で、いろんな人とこう、会ったりして、で、いや、僕こういう話集めてるんですって。 見ず知らずの、見ず知らずの人っていうのもあれだけど、ちょっと喋った後にね、こう、めまして、みたいな喋った後に、いや、僕はあの、探してるんです。あの、こういう話をいろんな方から聞き集めてるんですよ、って言うと、まあ、いろんな反応されるんですけど、あの、まあ、ほとんどは、いやー、そうですか、いや、ないですねー、っていうのがほとんどなんですよね、いやー、みたいな。で、いやー、ちょっと怖いの無理なんで、もう、ちょっとそういうのないですよ、って人もいっぱいいるし。 でも中にはこう話をくれる人がいたりもするんですけど、まあそれがまた楽しいんですよね。なんか宝探しじゃないけど、面白くてやってて。で、そのうちの一人に、あの、いやーないですよってお化けとか見たことないしっていう人がいて、で、あーそうですかーって。でもうちの近くに心霊スポットって言われてる橋があるんですーって言うんですね。ああそうなんですかーって。で、会話止まっちゃって。 ああ、みたいな。ああ、まあでも、心霊スポットとかね、あの、家の近くにあっか中かドキドキしますよね、みたいな感じで言ったら、ああ、まあそうなんですよね。でもうなんかね、あの、結構、まあ、何も、不思議、まああ、でも不思議なのかな、って、何ですかって言うと、いや、僕ね、その、走って、心霊スポットって走って自殺の名所なんですよ、って。なんですけど、僕そこ通勤路なんですよね、って。車で、朝と夜いつも通るんです、って。で、 行くときに、まあ、車の中の MP3 で曲をシャッフル再生してそこを行くんですよ。で、いっつもとは言わないですよ。でも、シャッフル再生なのに、高確率で、その橋に通りかかる前に、初音ミクの般若心業ハードロックバージョンかかるんですよ。で、 通過の瞬間に、ギャーテーギャーテーのサビのとこかかるんですよねって。全部ではないですよ。100%じゃないですけど、シャッフルサイズはなぜかそこ通過するときに、ギャーテーギャーテーかかるんですよね。僕ね、多分ね、通るたびに、そこちょっとずつ僕多分除霊してると思うんですよ。でね、この、かかるタイミングがだからこう、わかるんですって。で、 あれこんな近いのに今日なかなかかんないの今日かかんない日かなーなんて思うと、その日渋滞なんですよ。で、抜けた瞬間にちょうどギャーテーギャーテーかかったりとかして、調整してくんですよね。って、えー、そんな風に言ってました。えー、通過除令っていうお話です。<laughs> えー、ふたさんという男性から聞いた話なんですが、彼、会社の営業をしてるんです。で、ある日、外回りから帰ってきて、会社の部署のドアを開けると、こっちに向かって、女性社員の遠藤さんという女性が近寄ってきたんです。で遠藤さんは、今、廊下で誰かとすれ違いませんでしたって聞いてくる。はてと、二見さん考えるわけです。まあ、なんかすれ違ったような気もするけど、まあ、そんなんいちいち覚えてない。え、な、なんでって聞き返すと、 遠藤さんんが言うんです。そいつ二見さんの偽物ですよ。二味さんが外回りに出てからしばらくしたとき遠藤さんがふと二見さんのデスクを見ると二見さんのデスクに知らないおじさんが座ってるんです誰だろうあれなんか本部の人かなんかかななんて思いながら隣にいた社員に聞いてみたわけですあのー、二見さんのデスクに座ってる人誰ですかは二見さんじゃん えどう見ても別物なんです。いや、違う人ですけどって言っても何言ってんのってこっちを振り向きもせず呆れられるばかりなんです。違う社員さんに話しかけてみる。結果同じなんです。あれ、二見さんでしょって言う。遠藤さんびっくりする。だって、どう見ても二見さんには見えないからなんです。どうしよう。そう思った彼女なんですが、 二たさんのデスクに座ってる、この知らない男に話しかけようと思った。男は二たさんのデスクでパソコンを何かカタ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 いじってる。何やってんだろ、この人。あの、二たさんですかって声をかけると、男はこっち向いて、舌打ちして部屋を出てったんです。その男が部屋を出るタイミングで二たさんが戻ってきた。それを聞いて、 そんなバカな子もあるもんかと言いながら二見さん自分のデスクに戻った。そしたら、本当にパソコンが起動してるんです。その画面には、自分が今住んでる物件の不動産のページが開いたままになっていて、その検索窓に一言、完了。そう打ち込んだんだそうです。 えー、偽物っていう話です、はいえー。ある女性から聞いた話なんですが、えー、彼女は、えー、彼氏と一軒家に同棲をしていて、えーまあ、2人で住んでるんですね。で彼のまあ持ち家なわけです。でえー、2人が2階にある寝室で、まあ、寝てたんです。で まあ二人で昼過ぎぐらいまでまあ寝てて、で、彼氏、まあ、の方が起きて、俺ちょっとコンビニ行ってくるわと言って家を出てたんです。で、彼女は、まあベッドでゴロゴロしながらスマホとかいじってたんですね。で、いじってこうゴロ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 ,ゴロしてたら、こんにちは。こんにちは。こんにちは。って声が、窓の向こうから。 する。ま、あ要は隣人誰か来てるんですね。その声が聞こえてる。あ、隣の部屋、家いい誰か来てんだなぁ、なんて思ってた。こんにちは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 。なかなか隣と出ないんだなぁ。留守なんじゃないかなぁ、なんて思いながらずーっとその声聞いて,てまあスマホいじってゴロ,ゴロ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 してて。こんにちは。こんにちは。 こんにちはいやなかなか諦めが悪いななんて思いながらずーっといたんですはてとしばらくたって彼女ふと思ったんです宅配便とかで来て無人だったら一言二言だけ告げて「こんにちは」あ「あいないな」と思って引き返すはず。 家に誰か訪ねてきたとしても、それだけ訴えて反応がなければ、まあさすがに帰るよなって思う。なんだって思ったんです。っていうのは、もう最初のこんにちはってことに気がついてから、かれこれ15分以上定期的に、こんにちは、こんにちは、こんにちはって声が聞こえ続けてるんですよ。 何と思ったんです。何か緊急の出来事があって、どうにかして知らせないといけないのかとかも思う。でもそれにしちゃ急いでる様子もないんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。定期的にその声を繰り返すだけ。なんだ何の用事なんだろう そう思って彼女、窓にかかってるカーテンを開けて、見たんです。そしたら、隣んちの玄関の前に、ノックをしながら、こんにちは、こんにちは、こんにちはって繰り返した人がいるんですけど、完全にこっち向いてるんです。バッて目があった。えっと思ってバッてカーテン閉める。その瞬間に、カーテンに影が刺す。そしたら今度、ガン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 、自分の家の窓がノックされる。で、こんにちは、 こんにちは、こんにちはって声がする。うわ、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 こっち来た、こっち来たって彼女は階段を転がりましたんです。2階からはずーっと、こんにちは、ガン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 。こんにちは、ガンガンガン。こんにちは、こんにちは。って一定のリズムの音が聞こえます。どうしようと思った。2階の窓に足場なんかないんです。どうやってあの瞬間にここまで来たのもうパニックになってどうしようって思って彼女を、 ぎゅーって自分の両肩を叩く。その間もずっと、こんにちは、ガン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 。こんにちは、ガン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 ンと窓をノックする音がする。こんにちはの声も聞こえてる。ずーっと一定のリズムで。動けなくなっちゃった。これ、回り込まれて玄関から入ってきたらどうしようって思ってる間に、玄関ガタガタガタって音が鳴った。へっと思ってそっち向くと、彼氏帰ってきたんですよ。よかった帰ってきた。 って思ってると、こんにちは、とガンガンの音がやんだんです。で、彼氏にもうしどろもどろになって訴える。あの、二階に誰か人、人が、人が、人が来てなん、えな、どう、何言ってんの二階人っつって、だだだだって彼氏二階に上がって自分は怖いから階段下で動けないままにいた。そしたら彼氏に言うんです。誰もいないよ、何もいないよ。っていうかさ、エアコンつけてんだから、窓閉めなよ、 そう彼氏が言ってそうです。えー、こんにちはっていう話です。えー、ある女性の話なんですけど、えっ、ー、と、この女性っていうのは、えっ、ー、と、車の、えっ、ー、と、四駆が好きなんですね。四駆ってあの、なんて言ったらいいの車高が高い。 あの、山道とかこうダ、ダートっつうんですかああいう荒れたところを走る、まあ、車ですわ。あの、車高が、タイヤがでっかくて、ゴツゴツしてたりとかして、するやつですよねで、それがすごく好きで、で、彼女は、えっ、ー、と、夜にですね、あのー、車をこう、走ってたんです。車に乗って、林道を走ってたんですで。その時はね、結構大粒の雨が降ってて、地面にはところどころ水たまりができてて、 で、その穴にこうハンドルを振られながらも山道を降りてた。で、山道は反対側が谷になってて、その後反対側が斜面になってる。しばらくずーっとコト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 コって林ンドを運転してると、その斜面の方から、五六十歳代のくたびれたジャケット着た男が斜面降りてきたんです。それがね、こう古臭いジャケットなんですよ。映画の風天の虎さんみたいな。 あんな感じの格好なんです。そういう人がふら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 っと林道に降りてきて、あ、危ないって思った瞬間、そのおじさんドーンって引いちゃったんです。なんだけど、当たった時、音が全くしなかった。でも見えてる映像では間違いなく男を跳ねたんです。ふわふわふわ、やっちゃったやっちゃったと思って急いで車から降りると、おじさんどこにもいない。でもそこにいたのは、 一匹のガマガエルがコテンってひっくり返ってたんですよ。はガマガエルこの女性がその辺にあった木の上でツンツンツンってこのガマをつつくと、ガマがヒョンって立ち上がって、こっちに向かって人の睨みすると、のし、のし、のしって悠々と歩いて谷に向かっていったそうです。えー、風天のガマさんっていう話です。 えーとカラス鳴きが悪いと不幸が起こるっていう言い伝えって聞いたことないっすかあのー、結構ね、古くから全国的に言われてる言い伝えなんで、どっかのタイミングで聞いたこともあるっていう方も多いかなと思います。カラスが笑うととかカラスが鳴くと悪いことがある。で僕がね生まれ育った合図でもよく言われてて、よくうちのばあちゃん言ってたんですよ。カラス鳴き悪い。笑ってっぺ、ほら。 誰が死ぬかもしんねえ。気ぃつけて山さんくべ。そう言って畑に出かけていく姿をよく見てました。合図で言われてる言い伝えっていうのは、カラスが笑うと人がな死ぬって言われてたんですね。で、この遠藤さんっていう方、これ北方市に住んでる方なんです。で、彼女もですね、ちっちゃい頃からカラス泣きが悪いと人が死ぬっていう言い伝えはよく聞いてたんです。 でも彼女にはカラス鳴きが悪いっていうものが一体どういうものなのかわからなかった。カラスがわ笑うように鳴くのをカラス鳴きが悪いって言うんだってじいちゃんから教えらしたんですけど、彼女は、じゃあと、実際にどういう鳴き声がカラスの笑い声なのかっていうのが聞いたことがない上に、カラス笑ってんなーってカラスの鳴き声聞いて感じたこともなかったんです。ある年のお盆近くの頃に、 遠藤さんが集落内を散歩してた。会津の夏って意外と暑くて長いんですよ、盆地だからね。で、額に汗をうっすらこうにじませながら、まあ、目に眩しいぐらいの光を浴びて、古い蔵が並ぶ集落を歩いてたんです。ああ、ひひひひ,ひ,ひ今までに耳にしたことない声が聞こえた。人が声を裏返して発した奇声みたいな聞こえたんです。そしてそこには、 あざけ笑ってる、嘲笑の意志を感じたって言ってました。誰だって思ったんです。あーいふーふー、あーいふーふー。声の主一人じゃなくて、一般の人がいるように重なって聞こえてくるのが妙だった。だけども、声質は全く同じなんです。さらに、空の方から聞こえてくる。あたりの家々を見渡すと、集落内にある、皆川家、この家の屋根に、 声の主がいた。カラスだったんです。おびただしいほどのカラスが、皆川家の屋根に止まっていて、屋根の上が黒く染まってた。あーいふふふふふ、あーいふふふ。カラスたち首を上下してから声を上げてる。笑ってる、思った。その瞬間にゾワーって鳥肌が立って。これが、カラス抱きが悪い。 カラスが笑うっていう泣き方が、言ってた意味がその瞬間分かったって言うんです。皆川家に大量の笑うカラスの中、一羽だけシルエットが違うカラスがいた。そのカラスの顔が、皆川家のおじいちゃんの顔をして笑い声を上げてたんです。ああ、ふふふ。その日、皆川家のおじいちゃんの命日となったそうです。 えー、カラス鳴きっていう話です。えー、ある女性の話なんですけど、この女性っていうのはまあ、いわゆるお部屋に住んでたんですね。汚い部屋とかこう、お部屋です。に住んでたんです。で、えー、ある時夜寝てたら、ボンって破裂音と同時に、ものすごい臭い匂いがしてきて、 で、すでもう、家の中は、もうなんか飲みかけのペットボトルとかさ、なんかお弁当の袋とかさ、なんかそんなカップラーメン食べ終わった後そのままとかさ、そんな状態なわけですよ。で、そんな状態でボンって音と、ものすごい臭い腐敗臭がしたらさ、わかるじゃん、もう何か。<laughs> 要はさ、食べかけのさ、ものが入ってる袋をギュッてビニール袋縛ってて、それが爆発したと思ったんだって、ガスで。 やべえと思うわけですよ。さすがに、ちょっと人としてまずいと <laughs>。いうわけで起きて、もう一年発起して部屋の掃除始めたんですよ。で、いろんなものをこうゴミ袋にまとめてザーってやってて、で、人段落ついて、フーって息をついて。あれ思った。っていうのは、ボンって破裂したであろう、そのものが捨ててたゴミの中にないんですよ。あれ 何だだったんだろうでもなんか体汚くなっちゃったらシャワー浴びようと思ってシャワールームの扉をガチャって開けたら中から猛烈な匂いがしたんですえなんでって思うんですさすがに風呂場の中にゴミはないなんだけどまさに風呂場から猛烈なその匂いの元があるわけですでもお風呂場には何にもない 何これって思いながらお風呂換気して、シャワーを浴びて。で、彼女はそこを引っ越して、調べたわけです。お察しの通り、大島テルですね。そしたら、前のいた家には炎マークがついていて、孤独死。そう書いてあったそうです。え破裂っていう話です。 えー、ある農家さんの話なんですが、えー、その農家さんが言うんです。うちのハウスには、どうしてもその部分だけ、水がなかなかかかんない部分があると。水がかかんないと。かかりが悪いってどういうことですかって聞くと、すぐ乾くんだ。というより、ホースを下に直に入れると、まあ、かかるけども、 やりすぎたらあんまり良くないからそこだけ植えように上ないようにしてんだ。ってこう言うんです。話をしていると、実はなと。さっきの話なんだけど、夜に、たまに見回りに行くことがあるんだ。その時に、かかりが悪いとこをふっと近くに行った時に見ると、人がいるんだよ。 そういうんです。でもそれ怖いっていうか、なんかすごい哀れでな。両手を何かを救う格好にして、いわゆる恵んでくださいっていうのの仕草をして、ずーっと立ってるんだ。その仕草がすごい哀れでな。そこに何も植えないで、 水だけはちゃんとやるようにしてるんだ。そう語ってました。えー、乾く場所という話です。ある女性の話なんですが、えー、この女性が小学校高学年の頃の話で、えっ、ー、と、彼女の家っていうのが会社兼自宅として使ってる家であって、ま、あかなり部屋数が多かったんです。 で、まあ、いろんな部屋でこう、自由に、まあ、行き来できたんですけど、えー、その中の一室を彼女寝る部屋として使ってたんですが、その部屋で寝るとなぜか悲しりになることが多い。他の部屋なんかで金悲しりになんないんですが、なぜかその部屋でだけは悲しりになる。ある日のこと、彼女夢を見たんです。その時彼女は、地面になってたって言うんです。視界には空しか見えない。 自分の体なんか一切見えないんです。視界いっぱいに真っ青な空が広がってる。なんだこれ動け、動け。でも体は動かない。そしたら、見えない向こうから、誰かの走ってくる音がするんです。なんだろうたたたたたたったってその音は、視界を誰かがまたいで走っていったんです。それが、鎧を着た武者だった。 すると、ダダーって何人も武者たちが自分をまたいで走っていくんです。そのうちに馬に乗った騎馬武者まで自分をまたいで走っていく。いわゆる古戦場、そこの地面にでもなってしまったのかとのようだったんです。なんだこれと。体は相変わらず動かない。うわ、動け動けって思ってるその瞬間にバッと夢から覚めた。部屋、いつもの部屋なんです。ああ、怖かった。 で、彼女は、そのまま上半身を起こして、その上半身を起こした状態で、金縛りになったんです。うわ体動かないで、彼女は、高さ1メーターぐらいあるちょっと高いベッドを寝てた。で、右側が壁で、左側がベッドに登るためのちっちゃなはしごがついてる。そのはしごの方から、お布団いりませんかえ ぼっとする頭なのがいやないいらですってでも、体の上にバサッと、布団のふわっとした感触と、その布団の重みが伝わってくる。布団がまさにかけられた感触がある。でも目には何にも見えないんです。見えない布団がかけられてる。えなに誰お布団いりませんかまた同じとこから声がする。いえいえ、いりませんそんなの。またバサッと。 布団の感触と思うんです2枚目がかけられたんですお布団いりませんかい、いらないですパサッとまたもう一枚かけてくる。お布団いりませんかいら,い,いらないよまたパサッと一枚かけてくる。もういらないって思っても、全然無視するかのようにどんどん声をかけてくるたびにそれは布団をかけてくる。どんどん布団の感触が積み重なってくる。 目には見えないのに、感触はものすごい数の布団が積み重なってるであろうこの重みがあるんです。どうなるか。苦しいんですよ。どんどん重みで苦しくなっていく。息ができなくなっていく。やばいやばいってばって彼女を飛び上げたんです。そこには誰もおらず、ただしんとした部屋だけがあったんです。えー、お布団屋さんという話です。 えー、ある男性から聞いた話なんですが、彼、マッチングアプリを使ってるんです。で、彼、出身権を同じ人にマッチングするように設定して、結婚相手を探してた。その中で、とある女性とマッチングをしたんです。で、その時は、まあ、メッセージのやり取りだけが行われて、そっからしばらく月日が流れて。で、年が明けた頃に、この女性から、お久しぶりですって連絡が来たんです。あ、てっきり、 あれっきりで終わりだと思ってた、まあ、彼だったから、まあ、突然のメッセージは、まあ、びっくりしたんですね。まあ、そこから話が弾んで、二人で会ってみることにした。そしたら、まあ、出身の件は同じに設定してるから、まあ、そこはいいとしても、島で同じで、さらに自転車で10分くらいしか実家が離れてないんです。さらに同じ高校の卒業生。そこまで分かったら、 この女性、それからぐい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 距離を縮めようとしてくる。体を押し付けてきたり、積極的に甘い言葉をかけてくる。その彼女言んです。私、前の彼氏が本当にひどくて、それで気持ちが落ち込んでて、借金も背負わされてて、私それで、京とのコンピラ様にお願いしたの。悪い縁を断ち切って、いい縁をくれますようにって。 そしたらあなたとすぐマッチングしたの。それ聞いて、彼は震え上がったわけです。京都のコンピラ様。まあ、あの安いコンピラのことを言ってるんですね。あって思うわけです。これは自分の意志とは関係なく、強制的に縁を結ばされようとしていると。信じ切ってグイグイ来る彼女ももちろん怖かったし、それで彼も少しずつ彼女から距離を取った。 彼は言うんです。あと一つ怖いことがあって、彼女喋ってる途中でいきなり白目向くんですよ。うん、うん、そうだよねーとか、合図し打ってる途中でいきなり向いたりとか、普通、そんな人あんまりいなくないっすかいや、とにかく怖かったんですよ。そう彼は言ってました。えー、出会いっていう話です。 えー、ある女性から聞いた話なんですが、ちょっと待って。金魚ちゃん落ち着いてくれ。よし。えっ、ー、と、ある女性から聞いた話なんですが、彼女には30歳年の離れた妹がいるんです。あ、いとこがいるんですね。で、このいとこの子供、えー、その子供たちと彼女は年齢が同じくらいで、で、その子供たちと一緒に夏休みになるたびに、どっかの田舎に連れてってくれたんです。 その田舎当時はどこだかわかんなかったんですが、オーばあちゃんチに行こうって言って誘って行ってくれた。で、そのオーばあちゃんチっていうのは、海のそばを通ってたどり着くんですが、すごく広い叩きのある大きな家だったんです。で全部の家が畳敷きで立派な家で、そのうちには、ーばあちゃんって呼ばれる腰の曲がったおばあちゃんと、えー、新宅のおばあちゃんって呼ばれてる背の高いおばあちゃん二人だけが住んでる家だった。 そのおばあちゃんたちといとこがどういう関係性だったのかってのは当時はわからなかったんですが、まあ、いとこの子供たちと一緒にそこに泊まりに行くのが毎年夏のイベントだったんです。その日、いとこの子供たちはみんな宿題で遊んでくれなくて、で、その中で一人だけ年が一個違いのめぐちゃんで女の子がいて、まあ、一緒に遊んでくれることになったんです。で、めぐちゃんと一緒に家の外に出て、まあ、いつもは家の近くで遊ぶんですけど、 まあ、騒いでる声とかでね、みんなの勉強の邪魔になるといけないなと思って、その時は、家の裏手に回ってみることにした。そしたら、家の裏手にはちっちゃな社があったんです。鳥居も、さい銭箱もないちっちゃなちっちゃな社こんなとこにこんなのあるんだ。そう思って見てると、見たことない男の子が一人近づいてきて、一緒に遊ぼうって言ってくるんです。 で、どこの子名前はって言うと、なんとかんちの子っては言ったんですって感じがいんです。で、その子と一緒に遊び出したんですけど、その子がいわゆるおもちゃなんかを使わないこの古い遊びっていうんですかね、をするんです。虫取りしたりだのか、あとは蟻地獄捕まえたりとか。で、自分たちはおもちゃ使った遊びばっかりしてたから、男の子の遊び方ってすごい新鮮に映ったんです。そのうちに男の子が、 もっと奥に楽しいとこがあるよって言ってくれて。で、自分とメグちゃんと奥に行くと、山道に差し掛かる。山道進んでいくと、ちっちゃな川が流れていて、そして男の子は川に入っていって、魚を取り始めたんです。うわ、すごい魚って手で取れるんだーなんて思いながら、彼女は男の子を見てた。するとそのうちに男の子は、もっと上に面白いところがあるんだよーって言って、山道を上がっていく。その後についていくと、 ちょっとした広場みたいになってる場所があって、大小様々の石が地面から頭を出してるとこだったんです。そしたらその男の子は石の上でケンケンパをして石の上を踏んで飛び回り始めたんです。で、ここではこうやって遊ぶんだよーって言うんですけど、彼女とメグちゃんって二人ともサンダル履きだったんです。だから、危ないなー、こういう遊びやだーって彼女とメグちゃんは男の子に言って、 めぐちゃん、お家帰るって言い出したんです。そしたら男の子は、うちの前まで送ってくれて、バイバイって手振って別れた。それ以降、この男の子と会ったことはないんです。それから、30年近い月日が流れて、彼女のおばさんが亡くなった。でその時に一言とと話をしてて、あのおばあちゃんちが何だったか分かったんです。で、このうちっていうのは、 おじさんとおばさんの別宅として持ってたうちで、おばあちゃんっていうこのおばあちゃんは別に血縁関係ある人じゃなかったんですね。地元に住んでる人で、その家の管理人として住んでる人だったんです。で、新宅のおばあちゃんっていうのは、このおばあちゃん家から文家になって、新しい家。まあ、つまり新宅ですね。新しく、新しい宅とかいてね。のおばあちゃんと呼ばれてる。まあ、同じく管理人のおばあちゃんだったんですね。ああ、そうだったんだ、なんて話で。 そういえばあの家どうなってんだろうって。そう思っいいとこに聞いてみたんです。昔さ、あのおばあちゃん家の裏側にある矢城に行って、って言うと、ええって言うんです。あの家、どん詰まりにあるから家の裏って崖だよって。えじゃあ、私が見たのって何だったのでも、その場にメグちゃんもいて、メグちゃんもその時のこと覚えてるって言うんです。 しかも、そうだそうだそうだって。男の子と一緒に荒地獄捕まえて、連れて帰って飼ってたよね。って思いみんなあるんです。どういうこと家の裏崖。代なんかそもそも立つとこはない。でも、その話聞いてたいとこがいいんです。崖の向こうに山道あるな。それに、 小川もあるし、その石が出てる場所もあるぞ。でも、踏まなくてよかったな。ケンケンパしなくてよかったな。その石、土葬の時の枕石だぞ。そう語ったそうです。えー、ケンケンパっていう話です。 これ配信で話すのは初めてじゃないですかね。イベントでは何回かお話しさせていただくことがあるんですが。えっ、ー、と、タクシーの運転手さんのお話で、この方は、えー、札幌の冬の道を走ってたんです。で、時間昼頃。で、まあ冬の札幌の道っていうのは結構こう混み合って、まあちょっとした渋滞みたいになることがまあたびたび起こると。で、その、 ちょっとした渋滞にはまっていて、ま、あ車が動かない。で、前の車の後ろ、まあ、後部座席のとこですね、をこう見ながら、ま、あ車動かねえなーなんてこう思ってて。で、あ、家族連れの車かっていうのがこう、人の頭のシルエットでわかるんですね。で、後ろの子供すごははしゃいでんなーなんて思いながら見てて。そしたら、子供後ろ向いたんです自分に向かって手を振ってきた。 あ元気な可愛い子だなぁ、なんて思いながら、まあ、車動かないで止まったまますからね。自分の方から手を振り返したんです。でそしたら、その子が、ピースサインをこっちにしてきたんです。いや、ちょっと、これ、はすがに恥ずかしいなぁ、なんて思って、それは照れくさくてできなくて。そうこうしてる間に車が流れ出した。で、運転手さんもちょっと動く。そしたら、前の車が、ガックンってなんかにつまずいてのような動きをした。そしたら、 そう、ピースサインをしてた子供が、後部のこのガラスのところにつんのめるみたいな感じでダっクンって突っ込んだんです。そしたら、うーんってその人言う。なんて言えばいいのかな水ってさ、ガラスとかにあったら広がるじゃん、こうビチャーって。そんな感じで子供がガラスに広がったんだよ。 広がりながら、つーってガラスにかけた水みたいになって、下の後部座席に流れていったんだ。そんな風におっしゃってました。えー、ピースサインっていう話です。道前さんっていう男性がいるんですけど、えー、っと、まあ、省略しますが、えー、っと、この人、持病があって、 で、体調が悪い時に、こう、気を失っちゃうことがあるんですけど、そう、失う瞬間にだけ、えー、っと、お化けが見える能力に目覚めることに気づいたっていうお話なんですが、えー、っと、そう、道前さんが言うんですけど、えっと、俺、あくまでも自称なんですけど、金縛りマイスターなんですよ、と。いや、多い時、1週間で20回ぐらいになったんです。 で、今そのマンションに住んでるんですけど、その前のとこは、えっ、ー、と、1週間で20回以上金縛りになってたって、もう計算おかしいんですよ。だから、1日換算で、1日3回かかってるんですよ。<laughs> で、えっ、ー、と、年換算すると数百回を超えるんですね。で、もう、まあ、彼もあんまり金縛りもなんか、これなんかおかしいぞっ,つって調べたら、も、ま、う、あ、ほとんど睡眠障害なんだと。でも、 この、彼怖い話とか階段大好きなんだけど、えっと、金縛りの中であったその体験ってものすごいとんでもない数があると。だ,だけどもうそれはもう同感だと。もう、その当時はもうこんなもん心霊現象じゃただの現象だってもう怖いからそういうことでしようって思ったけど、今住んでるところに引っ越したら年2回ぐらいになりましたっていうの。 いやいや、ちょっと待ってくださいと <laughs>。どう考えても前の物件が変な話ですよねって言うと、いやいや、もう俺としてはまあこれはカウントしたくないんですけど、まあ認めちゃうと怖いから、なんつって、前に住んでた物件の話をこう教えてくれたんですね。で、この自称霊感があるっていうまあ後輩がいて、その子が家に遊びに来たら、よくこんな家住めますねって来るたびに言うんですって。で、道前さんからすると、 めっちゃけ、なんかいるっては思ってたって言うんですよ <laughs>。っていうのは、誰もいないはずのところから、お物音がするとか、物が頻繁にコロンコロン転がり落ちるっていうのはもう日常茶飯事だったんですって。でも、この家古いから、もうやなりって、もうそうじゃなかったらネズミかなんかだって無理やりこう住んでて。で、その後輩は、ここっていわゆる通り道なんじゃないですかって言ってて。ってこの道前さんが言ってたんですけど、あれじゃないですかって、あの、 いるじゃないですかって、あの、常駐してるやつと通り過ぎるやつ、みたいな。で、おお、って話を聞いたんですけど。で、まあ、そんな悲しまりの体験だけども、まあ、その、言うと無限に出てきちゃうからっていうので、その中でもじゃあこれはっていうのを教えてくださいって言ったらこうお話してくれたんですけど、それが、 この例の物件住んでる時に、知り合いにお土産で、この和紙を重ねて作った張り子の、このきつねのお面をもらって、それを部屋のかもいにかけてたんですって。だから手作りのすごい美しいお面で、その面をすごい同うもやさ、気に入ってたんですけど、その面から、バキッとか、ゴトッとか音がするんですって。そういう音はもう日常茶飯事でもう家ボロいからきしんでんだろうなーなんて思っ、くらいしか思ってなかった。なんだけど、 気がつくとお面の位置がずれてたり、いきなり上から落ちてきたりする。である日、自分の家に一回も来たことがない友達に、お前の部屋、狐のお面あるでしょそれ外しなそれ変なもの読んでるよっていきなり言われて、えってすごくびっくりしたと。なんで知るはずがない友達がそんなこといきなり言い出すんだと思って、怖くなってそのお面をカモイから外した。また別の日のこと。 金縛りの間動けねえなあと思って周りに視界を巡らすと、人間の手がたくさんベッドの下から生えてきて、体を掴んでいくんです。そ肩やら足やら脇腹やら。その誰かの手っていうのが体中を包むようにヒュッて掴む。それをね、金縛りを解いて、自分の手で、うーつってその手を外したって言うんですよ、いい前さん。でも掴んだ感触も明らかに人間の手なんですって。 人間の手の指を一本一本、うわうわうわって外していくから、分かったって言うんですけど、えっと、右手が3本あったって言ってました。だから、最低3人はこのベッドの下にいたんだ。いやー、その家ね、家賃すごい安かったんですよ、ってどう思いさてたんですけど、きっとに最後に、あ、もしかして、 家賃がやたら安かった理由ってそういうことだったのかなって、たった今思い出したかのように言ってました。えー、金縛りマイスターっていう話です。えー、っと、これもね、道前さんのお話であります。で、この金縛りマイスターの道前さんですよ。これが、いやー、 っていうので、話してくれた話です。ちょっと説明できないんだよねーっていうことで。ある日、この彼、病院に行って、待合室の椅子で休んでたんです。で、座ってる間にどんどん具合悪くなってきちゃって、座りながらうつむいてると、看護師さん通りかかった。で、看護師さんは、具合が悪いようでしたら、初置室のストレッチャー空いてるので、2、30分横になってみたらどうでしょう。様子見に来ますし、ナースコールもあるんで、なんかあった時呼んでいただければ大丈夫ですよ、なんて言ってくれたんです。 前にもまあそんな風にして休ませてもらったことがあるマ前さんは、その処置室で休むことにしたんですで処置室ってのが10畳ぐらいの広さがあって、壁際にストレッチャーが置いてあって、その反対側に棚があって、処置用の医療機材とかがこう並んでる。で、マ前さんストレッチャーに横になって、やだな、今日帰れんのかなーなんて思いながら、天井見つめてた。そしたら、完全に覚醒してる状態で、 体が動かなくなったんです。あこれなんか来たかって思ってると、だんだん体の右側がゾワゾワしてきたったんです。なんだこれと思って右側に視線をやる。すると、棚の下の2段目ぐらいのところから、大人の上半身ぐらいの何かがズル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 って生えてきた。それがね、 炭みたいな黒い色したモニョモニョしたもの。例えるならばって動画させてたのは、ものすっごく重そうな綿でできた、はぐれメタルってやつですね。それが、突起みたいな触手みたいなのを2本ひるひるって出して、で、その突起で体がぐいって引っ張るようにして貼って、棚の下からズリズリズリって出てくるんですで。うわ、変なの来たーと思って。で、目外せず見てると、その黒いものがズリズリって、 ズリズリ、ズリズリってスって言って、ベッドの下に入ってたんです。で相変わらず体の右側ザワザワザワしてる。でそれが視覚で見えなくなった時に、そのザワザワが、右足から体の左に動いたって言うんです。それ分かったって言うんですけど、何かが、体の中に物理的に侵入してきたっていうのが分かったって言うんです。その感覚が異常で、 例えるならばって言ってたのが、血管の中に炭酸ジュース流し込まれたような感じって言ってました。体中がジョワジョワしたって言うんです。それがずっと足から上がってきて、胸を通り過ぎていって、喉元過ぎて、頭を過ぎて、この脳の部分に来たんです。でうわ、これさっきのやつ体の中入ってきた その上がってきたジョワジョワが、さっきまで動いてたのは頭の中のこの脳の周りでとどまって、ずっとジョワジョワジョワジョしてるんです。それがめちゃくちゃに気持ち悪い。そしたら、声が聞こえてきたってんです。それが、殺せあと3人人間を殺せ誰でもいい片言のボビーオロゴみたいな喋り方だったと。は あと三人ってなんだとえなえ、てか、こいつなんだよと体調悪いこと、動けないこと、こいつ何やってんだと旦那、だんだんどぶさん、イライラしてきたんですって。でも、何やってんだもう早く出ても好き勝手やりがってもうめちゃくちゃに虐待つくと、スッて体の違和感抜けてったんですって。あ、出てったと思って。え、今も何だったんだ今思えば、あと三人って何だろうって思ったんですけど、まあ、首をひねることしかできなくて。 僕聞き取りの時に、いや、こいつ、他の誰かに入って何人かすでに殺してんじゃないですかって言ったら、道前さんは、えとんでもねえ野郎ですねって言ってました。えー、侵入って話です。えー、ある女性から聞いた話なんですが、夏の日の夕方、彼女車を運転して信号を待ちをしてたんです。 時間はちょうど帰宅ラッシュに差し掛かった時、道路は混み始めてて、で、ふと右側を見ると金物屋さんがあったんですで。その前の駐車場に3人の家族らしき姿が見えて、小学校低学年ぐらいの縄跳びしてる女の子。で、ニコニコしながら女の子見てるお父さんらしき人がいて。で、お父さんらしき人はこの手にも何も持ってないままこのゴルフのスイングのこの素振りをやってるわけなんですね。で、その近くには、 お母さんらしき女の人が携帯で話をしてる。夏の夕方家族3人の姿なんです。3人の真ん中に手足がぐちゃぐちゃに絡まってる人が倒れてるんです。顔真っ赤にして関節がぐにゃぐにゃに折れ曲がって手足あべこべの方向を向いて息苦しそうにこっちを見てる。はって思うんです。なんだあれどういうこと でも家族3人ニコ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 してて全然それに反応を示さない。でもお母さんらしき人は携帯で何か話をしてる。これ通報してんのか警察か救急車でも呼んでんのかって思ってる間に信号が変わって車が進み出した。運転しながらさっきのことを思い出すわけです。あの転がってた人なんだろう転んだにしてもおかしい。どう考えても関節かおかしな曲がり方してた。普通じゃない。 あのお母さんらしき女性が通報してたとしても、やっぱおかしい。思い返しても、三人の表情のどっこにも緊張感がなくてニコ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 笑ってるんです。やっぱりさっきのやばいかもしんないと思って彼女を車を U ターンさせたんです。彼女は金物屋に戻ると、そこにいたのは、さっき体が絡まってたおじさんだったんです。 おじさん、なんもない普通の体で、タンクトップ姿で、周りをキョロキョロ見ながら普通に地面に座り込んでる。顔色も平然としてる。むしろ、さっきいた三人の家族の姿はどっこにも見えないんです。おかしいのはどれだったんでしょう。そう彼女言ってました。三人と一人って話です。 じゃあ、まず、その話に行く前に僕の体験談から。僕ね、端的に言うと、憑依されたことがあるっぽいんですよ。っていう話をしますね。<laughs> あの、俺生まれたばっかの頃。で、多分本当に1歳とかだと思うんですよ。話を聞くと。もしかしたら0歳ぐらいかもしんないって、うちの母は言うんだけど、その時、 あの、実家でね、うちの母に抱っこされて、お家ちであやされてたんですよ。で、うちのお父さん、じいちゃんは仕事行ってて、うちには、ばあちゃん、お母さん、ひいばあちゃんと、うちの姉ちゃんだけ、しかいない。昼過ぎになった頃に、あの、急に部屋の蛍光灯が切れたんですって。ああ、交換時か、と思ってお母さんが新しいのを変えたんだけど、全然つかないと。おかしいなと思っていろいろ試したんだけど、全然ダメなんですって。 でどうしようって思ってて。で、おばあちゃんとひばあちゃんも集まってきていろいろ試すんだけど、全然ラチ開かないんですよ。でどうしよっかーって顔見忘れたら、いきなり、それはね、もうちょっと右にねじってやるといいよ。接触が悪いって声がして、はって声した方を見ると、この一切なったかなんないかぐらいの僕がニヤニヤ笑ってたと。太い男の声だったって言うんです。 ひーばちゃんが言われた通りにやってみってうちの母に言うと、見事に蛍光灯ついたそうです。えー、それはねっていう話です。えー、ある男性の話なんですけども、この男性っていうのが、えっ、ー、と、スキーのおーサークルに入ってて、 で、スキーって僕知らなかったんですけど、あの、夏も練習するんですってね、あの、やるそうなんですよ。で、うんと、そこで、えー、いつも行こうと思ってた、あ、いつもそのサークルで行っている、えー、ペンションがあって、そこにみんなで泊まって合宿をするんですって。で、先輩とかから言われてたのは、あのペンション、お化けが出るよって言われてたんです。それが、まあ、どういうものかっていうと、みんなでご飯食べてると、 このご飯食べたり会話の中に混じって、女性のすり泣くような <laughs>、って笑うような、何とも言えない声がするんですって。あれと思ってピタッと止める。止まるんです、その子、うん。なんだ今なんか聞こえたような気がするなと思ってみんなこうやって喋り出す。また <laughs>、って声がする。はって止めるとまたピタッと。とか、ここなんか変なことあったよねってことで、 人間のこの人のセンサー、人を感知すると、こう、おはようとか声出す人間を持ってって、ただらなんか変なこと起こるんじゃないってことで持ってきた先輩がいたんですって。で、ずーっと歩いていくと、その一箇所行った瞬間に、おはようって声するんですって。えと思ってびっくりそこ何にもない壁なんですって。で、ずーっとずらすと音がしない。なんだけど、ずーっと動かして、またその地点に行くと、おはようって声を立てる。何これそこ何にもないとこなんです。で、 まさにそこに行こうと、いうことになったわけです。で、行って、えー、初日、何もなく、いて。で、その日の夜、みんな雑魚寝で寝たんですよね。で、その人、万歳の格好で、こう、横になったんです。そしたら、起きたんですよ、夜。なんで起きたかっていうと、自分のこの、手のひらの、この中心のこの、棚心のところに、髪の毛が触って、 触っ、触って、このくっついたり離れたりしてる、この感触で起きたんですって。うーんと思って、ああ、これなんか、ロングヘアの人かなんかが、この自分のこの上っ側に寝てて、その人が寝返りかなんかを打って触ってんのかなとか思ったんですって。でも、あって冷静になって。ロングヘアの人いねえよな。えじゃあこの動いてんの何 そのまま、目をつぶったままなんですけど、その間もずっと手のひらの上に髪の毛が触って降りて離れて降りて離れて繰り返す。もう嫌な想像しかできないんです。頭の中に浮かんでくるビジョンは、自分の頭の脇に髪の毛が地面につくほどの長い女がいて、そいつが首を上げ下げしてて、それが手に触って離れる、触って離れるを繰り返してる。ずーっとずき続けてる。 うわ、絶対目を開けちゃダメだと思って目をつぶったまま行ったら、それがそのうちになくなった。それからね、ずっと練習をして止まっていて、最後の日の夜に不思議な夢を見たって言うんです。それが、みんなで朝食のご飯を食べてるんですよ。ずっとご飯を食べてると、隣にいた先輩から話しかけるんです。どうした なんか気になることあったって言われるんです。そしたら夢の中の自分は、うん。あの襖が気になるって答える。そしたら先輩はスーッと立ってって、その問題の襖に手をかけてガッて開けたんです。そしたら、中に女の首がビッチビチに詰まってたんです。で、うわーってバッと飛び起きた。 うわ、怖い夢だったなと思って。で、最後の朝、みんな食堂のこの広い、広場に集まって、まあ朝ごはん食べてたんです。そしたら、隣にいた先輩が、どうしたのなんか気になることあったって、全く同じこと聞いてきたんです。夢と同じなんです。でびっくりして。いや、先輩昨日こういう夢見て 同じこと言って、で、バーって襖開けたら、その襖の中に首がみっちみち詰まってて。言ったら、みんなの箸がピタって止まったって言うんです。え何この空気えそしたら先輩がカランって箸を見て。その夢なぁ。 このペンション来ると一回は見んだよ。そう言ったそうです。えー、ペンションの夢っていう話です。ある女性から聞いた話なんですけど、彼女、深夜高速道路で車を走らせたんです。で福島県はアダタラパーキングの近くまで来たんですね。高速道路ですよ。東北道ですね。そしたら、不意に道路の真ん中に白い光が現れて。 最初は前を走ってるトラックのライトがそう見えてるかって思ったんですけど、その光がぎこちなくててこ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 歩いてるように見えます。え人なんでって思った時にはもう遅かった。ポン。その白い人はその上に跳ね上げたんです。ぎゅってキューブで行くんで。絶対今、目の前はすごいことになってる。 だって私今人跳ね上げたもん。なんで高速道路に人がいるのとかこう思いながらも、おそろおそろ前向くと、フロントガラスに半透明になった男が張り付いてたんです。で、あっつって彼女反射的にワイパー上げたら、キュッキュッつって、ワイパー綺麗に男拭き取ったそうです。えー、拭き取れちゃったっていう話です。 ある警備員をしている、していたでですね、えー、男性から聞いた話なんですが、深夜とある中学校で侵入警報、まあ、機械警備で異常があるよっていうのがあったんです。で、現場に行って、えー、確認したんですが、特に異常は見当たらなかった。まあ、何か、あのー、誰かいるとかね、ガラスが割られてるとかそんなわけじゃなかったんです。 で、えー、この異常がありませんでしたっていうためのこの報告書があって、これを提出しなきゃいけない。でそれを書くために彼は主営室にいたんです。で、この学校の主営室でこの報告書をカリ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 と書いて、で、机の上に上げとく決まりになってるんです。で、この時の時間ってね、もう夜中の3時回ってた。で、周りに誰もいない。暗い学校の中で一人、学校に残って作業に没頭してたんです。彼報告書書いてると、 内線電話がプルルってなってランプがチカチカ光ってるで疲れさからパッて反射的に電話を取ったんです受話器の向こうからはサーッノイズんと思ってあーって気がついたんですこれどことつながってんだこの学校今俺しかいないのに この向こうから今なんか聞こえてきたらどうしようって怖くなってからバーンと反射的に電話を切ってすぐに報告書を書いてその場を立ち去ったそうです。えー、これがですね、非常に面白くてですね、えー、小太郎さんの弟が言ってた中学校での話ということが判明しました。えー、内戦電話って話です。 これ同じ男性の先ほどの話と同じ男性の方です。で、その会社に、閉じてた会社に、えっと、変わった報告書があるんですと言ってたんです。ある時、この機械警備が入ってる倉庫があるんですけど、そこで警報が鳴ったんです。で、その機械警備っていろんなのがあって、えっと、空間で何か物が動くと反応するやつ。 とか、熱源があると反応するやつとかね。があるんだけど、そこにあるのはマグネットセンサーって言って、扉自体にマグネットがついてて、これが離れると、この警報が鳴るっていうシステム。だから、物理的に扉が離れないと発砲しないんですよ。なので、えー、高確率で、えー、本当に人が入っていることになるっていうシステムなんです。で、早速、現場のこの走行へと行って、 で、倉庫に入ると、あ、すいません、みたいな感じで、女性が一人中にいたんです。で、あーってもう、分かったわけですよ。っていうのは、これ、あるあるで、あのー、この人に近寄ってても話聞くと、あーやっぱりな、ということで。それが、えっ、ー、と、間違ってセンサー解除しないまま入っちゃったんですよ、ってこう、すまなそうに言うんです。まあ、本当これがあるあるなんですって。ピーって解除キーをやる前に入っちゃって、ビーってなっちゃったっていう。 で、あーつってあ。わかりました。じゃあ、ちょっと身分証と社員証を確認させてください。って言って。で、これを見て確認して。で、まあ、本当にこれはよくあることなんですよね。で、この女性にこの報告書があって、そこにこう、サインをしてもらうんですよ。で、これが副写式になってて、このサインを、1一個を、えー、ある報告書を会社の席に置いて、で、この写しを持って帰るわけです。で、翌朝になって、 この倉庫を管理してる会社から電話があったんです。すごい、こう、向こうが怒ってて、オタクとはもう契約を解除するって言って。なですかそれ、な何すか怒ってんですかって聞いたら、自殺してもういない社員のサインがある報告書を残すような会社とはやってられないって言ってるってんです。この女性従業員がサインした報告書、 まだこの会社に残ってるんです。もう一つ続けて話をします。この男性がね、まあ、あの、この警備会社をしてて、警備会社って、すごいいっぱいの物件に入る必要があるから、大量の鍵を保管してるんです。で、鍵にはこう、たまにこう、タグがついてて、そこに、例えば、ドアを上げながら引くと開きやすい、みたいな。そういうこう、あると、 わかりやすい一口メモみたいなのがこうくっついてるんですよ。その中で彼がどうしても気になるものがあると。それが、とあるビルの鍵につけられたタグなんです。タグに何て書いてあるかというと、エレベーターホールの観葉植物は動いていても気にするなって書いてあるそうです。えー、サインと、えー、注意書きのタグという話です。 なんか僕、すごいこう、返答に困る質問があって、あの、よく階段界隈の人とか、界隈の人っていうか、階段イベントとか一緒になった人とかに、あの、仲いい人誰ですかっていうと質問、本当にさ、困るんです。困るっていうか、なんて言ったらいいんだろうっていつも考えるんですけど、あの、僕は、 必ずお化け座をあげることにしてるんですけど。<laughs> まあまあ実際本当に仲いいんだけどさ、お化け座ね。<laughs> そうそうそう。で、まあ和田くんとは付き合い古い、本当に古いから、あのー、それこそ、あれなんだかんだ和田くんとももう10年近いんじゃないか。くらいになるのかな。ね、一緒にイベントしたりしてますけど。まあ和田くんとは僕仲良しで、で、 この,この間こないだって言っても、結構前か、京都に行った時があって、和田くんとお昼ご飯一緒に食べたんですよ。で、和田くんが、あのー、なんかお好み焼き屋さん、下町のお好み焼き屋さんみたいに行きましょう、みたいに言って、ああ、いいね、みたいな感じで行って、で、ワンチャン階段取材できるんじゃん、んみたいな話になって、なんかそこおばあちゃんしかいなくて、<laughs> あの、店員、店員っていうか、店主二人もおばあちゃんの、お客さんもおばあちゃんしかいなかったの。 そこに、俺と和田くんみたいな感じで行って、お好み焼き食べて。で、あのー、食べてて。で、じゃあ、着こう、あみたいな話になって、なんか和田くん何回か行ったことあるお店みたいで、お店のおばあちゃんが覚えてて、ああみたいな。お兄さん前も来はったなみたいな言ってて。あ、そうなんです、みたいな。で、お母さん、みたいな。この人ね、あのー、階段のね、怖い話の本とか書いてるね、サックさんなんや、みたいな言う。 紹介して、わ、来た来たと思って。<laughs> あ、はい、どうも、そ、そうなんです、<laughs> みたいな感じになって、そっからこう、お話を聞いたら、そからこう、お話を聞いたら、その中の来てたお客さんの一人が、あの、いやー、ち怖いね、みたいな、いやほんと怖い思い出があってみたいなことで喋ってて、そのおばあちゃんがね、お客さんおばあちゃんが、え、何ですかみたいな、こう、聞いたら、このおばあちゃんが、女子学生、女子高校生の時、 だそうですえっと、その高校に入って、まあ、一週間もしない頃に、仲いい友達が、女友達がいて、まあ、女子校だからね、いて、まあ、二人喋ってて、で、これからはその学校に通い続けることになるわけじゃないですか。だから、定期券買いに行こうってう話をしたんですよ。定期買い行こうって言ったら、その友達は、いいって。私いらんからって。え、なんでってこれからずっと使うやんって。私いらんから、定期いらんから え、なんでなんでってずっとこれ使うじゃんみたいな。ずっと通いつくけるなんです私いらんからって定期いらんからって。なぜか、必要に私いらんからって言うんですって。まあ、そうなんつって。まあ、しょうがなく彼女一人で定期券買いに行ったんです。それから数日経って、この友達っていうのが、車に乗って事故に遭って、この 車が車両火災を起こして中で焼死したそうです。だから思うんやって、本当に定期いらんかったなって、思い出すと怖いんやって、そんな話をされてました、えー。定期券はいらないからっていう話です。 ええと、ある男性から聞いた話なんですが、えっ、ー、と、彼が専門学校に通っていた頃の話で、で、その日講義が終わると、この同じ学年のお友達に、うちに来ないかって言われたんですよ。で、この人とはまあ、ずっと付き合いはあったんですけど、うちに遊び行ったことって一回もなかったんですね。だから、ああ、じゃあ行くよ、なんて言ったら、ああ、でもね、来る前に、一個、行っとかなきゃいけないことがあるんだよね、ってうち、 磯の匂いがするけど気にしないでね。そう言うんですよ。意味がよくわかんなかったんですけど、なんか、排水とか下水とかが調子悪くてそんな匂いがするんかなみたいなぐらいに思ってて。で、あ、大丈夫気にしないよ、なんて言って。で、彼の後にくっついていったんです。 で、彼、アパートで一人暮らしをしていて、で、そのアパートは割と新しくて、別にそんなボロっちくて臭そうな感じとかは別に印象はないんですよ。で、部屋のドアの前まで行く。で、開けるとすぐ匂いするから気ぃつけてねーって言ってドア開けた。全然いそう匂いなんかしないです。なんだけど友達は、うーわ、臭いっしょ、ほんとごめんねーって言って部屋の中入ってった。で、 いやー、そんな匂いしないけどなー、って言うんだけど、いや、いいよ、気使わなくて、なんて言って笑って返されたんです。で、飲み始めてしばらくして、まあ気になりますよね、これ、磯の匂いってな、な、なんなのって言ったら、んとね、オレンジにあるタオルなんだよね、って言です。で、このタオルっていうのは、えっ、ー、と、この友達のおじいちゃんが既得状態になった時に、実家で使ったものだっていうんです。 で、電話を受けて急いで実家に行ったから、木のみ木のままで行ったんですね。だから実家のお風呂で、この来客用のタオルを使ったんです。で、そのタオルっていうのは地元のなんとか商工会議所って名前が印刷されてる、この地域のお祭りかなんかの時に配ったものだったんです。で、えっ、ー、と、彼のおじいちゃんすぐ亡くなっちゃって、まあ、葬儀にそのまま参列して、で、葬儀終わって、一人暮らし先にこの友達帰ってきたんですけど、荷物開けたらものすっかりその匂いがするんです。 なんだこれと思ってカバンの中身ガーってひっくり返すと、匂いの原因っていうのが、その実家で使ったタオルだったことが分かったんです。家で使った時こんな匂いじゃなかったらなんでしかもタオル荷物に入れた覚えなんかねえぞ。タオル何回も何回も洗ったんですが、匂いは全く落ちなかった。そして、この磯の匂いが部屋中に蔓延していったんだっていうんです。 そんな話を聞いて、まあ、気になりますよね。それタオルちょっと見してくんないって言ったら、あ、いいよつって立ち上がって、押し入れすって開けたんです。もうその瞬間、ボーってものすごい匂いがする。もう、すっごい匂いが部屋中に蔓延してくる。なあ、急くせえだろって言って、この押し入れからなんとか証拠会議所って書いてある真っ白のタオルを目の前に出してくる。 すさまじい匂いがタオルからしてるんです。なんだけど、彼が感じた匂いって、磯の匂いじゃなくて、肉の腐った匂いだったんです。お前これ腐った匂いだよって、磯の匂いなんかじゃねえぞそう言ったのに友達は、えどういでも磯の匂いだろうきょとんとした顔でつぶへいたそうです。 タオルの匂いって話です。えー、ある男性から聞いた話なんですけど、えっ、ー、と、彼のお父さんがいて、このお父さんっていうのが、えっ、ー、と、腹水、お腹に水が溜まっちゃって、で、病院で入院してから治療してたんです。で、その時に、えっ、ー、と、専毛 で、わかる人はわかる、あれなんですけど、が出ちゃって結構大変だったっていうんですね。で、専門っていうのは、あの、よく出産の時とかになる人が女性の中とかはいて、あのー、とかこう、なんだろう、その、いろいろあるんですけど、なんか、まあ、すごいこう、幻覚が見えたりとか、あとはなんか特定の考えにすごい取り憑かれちゃったりとか、それは一時的なものなんですけど、っていうもので、例えば、あのー、 に出産の時に聞いて、ツイッターでバズったネタですごい僕が面白かったのが、あの、うーってなって生まれたって後に、旦那さんに私、出産する時のことよく覚えてないんだけど、なんて言ってたって聞いたら、あの、ずっと、早く、シャーベットの名前を次々言うと教えて、早く、シャーベットの名前をシャーベットって叫んでたよっていう。とか、あと、なんか、すごい普通はそうこう、マイナス方向に走っちゃうんだけど、なぜかその人は、 別の人ね、すごいプラスに走っちゃって、もうなんか、すべてにおいて感謝したくなる、たくなって、お医者さんに本当にありがとうございます、つって来た看護師さんも、本当に本当にありがとう、ありがとう、みたいな <laughs>、両手合わせ拝み続けてたよとか、そういう人とか、結構いろいろあるんだけど、あの、このお父さんの場合ってのは、ちょっとマイナスに走っちゃって、あの、この病院が、このなんか占拠されてるとか、看護師さんが、 こう、なんかおかしくなってるとか、入り口にいる受付の人が悪口言ってるとかみたいな感じで、こう、被害妄想がすごく出ちゃってたんですって。で、複数抜き終わって退院して、まあ、自分ち帰ってきたんですよ。で、うちに帰っても、この専門の症状がまだ残ってて、この自分とか、このお母さんに結構当たることがあったんですって。で、まあまあまあ、つって、まだダメですかつって、まあやってて。ある日の深夜、 ギャーってきたり悲鳴を上げて、寝室からお父さんが入りながら飛び出してきたんですで、お父さんが、あの、あの、窓の外に女がいてこっち見てたって言うんです。その女が頭を窓の隙間に頭突っ込んできてこっち見ながらいたって。何言ってんだあーまた専門でなんか見えたんかなと思って彼は部屋に入った。誰もいないんです。あーって思ったんですけど、 一つ気になったとこがあった。窓が5センチだけ空いてたそうです、えー。5センチメートルっていう話です。 えっと、ある女性から聞いた話なんですけど、この女性が以前住んでたお家があって、ここが、えー、すごく不思議なことがいろいろ起こった家だったというふうにおっしゃってました。で、えー、彼女三姉妹で、当時子供の頃ですね、あのー、朝の食卓になった時に、えー、彼女は、えー、三女なんです。で、えー、上にお姉ちゃん二人がいるんですね。 で、えー、朝の食卓で次女が、お姉ちゃんさ、って言うんです昨日の夜私のことすごい呼んでたけどさ、あれどうしたのって、お姉ちゃんって言って出たけどいなかったけど、つって,って。え、私そんなことしてないよ、とか言ってるんですよ。で、この三姉妹いる中で長女っていうのがすごい、なんかね、彼女が絶対的な権力を持ったんですよ。だから、お姉ちゃんから名前を呼ばれようもんならもうすぐに行かないとすっげえ怒られるというようなこのなんか力関係があったんですって。で、 で、だから、この次女は、お姉ちゃんにこう、次女が、えぇ、ー、次女、名前はそうですね、えぇ、ー、霊子ちゃんにしますか。霊子。ちゃん。だから、霊子、霊子ってお姉ちゃん呼ぶからさ、って、外に出たんだけど、なにお姉ちゃんって変装ってたんだけど、いないし、うん、いでも私呼ばれたんだけどなぁ、つって、ねえ私呼んでないよそんな夜なんかもう寝てたよ、なんて話してて。でもお姉ちゃんやっぱ強いから、言い合いになったって、もうどうせまっ 負けちゃうんですよね。だから、うん、そうかな、うん、みたいな感じで流してたんですで、えー、その日の夜になって、この三女の彼女は、まあ、自分の自室にいたんですよ。いたら、里美里美里美長女の声がドアの向こうからするんですおっ。ってびっくりした。お姉ちゃん呼んでると思って。 で、あ、はーいって言って、早く行かないと怒られちゃうからね。わーって言って、ドア開けたんです。こんちちんいない。誰もいない廊下がずっと続いてる。そしたら、廊下の奥から、里目里目里目って、この奥から聞こえる。暗い中から聞こえるんです。なーにーって、廊下の奥歩いていくと、彼女の部屋ってこの、廊下が2階なんですよね。1階の階段の下の方から今度、この、里目里目里目って呼ぶ声がする。 な、なんでお姉ちゃんどんどん奥行くんだろうえー、はい、はいって電気でもつければいいのにって思うんだけど、暗い中からお姉ちゃんの声だけするんです。で、ずーっと階段を降りてく。お姉ちゃんいない。なんだけど、さとめさとめさとめって呼んでる声がする。この時点で彼女、絶対これお姉ちゃんじゃないって思ったんです。なんでかっていうと、まだ、さとめさとめさとめって、 自分の名前をお姉ちゃんの声するんだけど、声がしてるのは、お姉ちゃんが、普段ここ、気持ち悪いから入りたくないんだよねって言ってる、物置の中から聞こえるんですって。あ、これ霊子姉ちゃん言ってたのも同じだ。これお姉ちゃんじゃない。めさとめさとめ 出る声に気づかれないようにゆっくりゆっくりと自室に戻ったそうです、えー、お姉ちゃんを呼ぶっていう話です配信初公開になります、えー、ある男性の話なんですけどこの人っていうのがえー、っと冬の登山雪山に入って で、この、整備され、スキー場じゃない、みたいにこう、整備されてないところをこう、滑るっていう、まあ、あんまり、良くない <laughs>。あの、たまに遭難とかして、結構迷惑スキー客とかでよくニュースとかになる、あれバックカントリーっていうそうなんですね。ああいうものって。が、まあ、趣味だったんですって。で、新設が降った日に、彼がこの、同じバックカントリー仲間3人ほど連れて、雪山に登って、まあ、かなり一つずつ離れたところから、 もうずーっと降りてったんですって。で、みんなでこうずーっと滑ってったら、一人固定で転んだんですよ。何やってんだせ絶対くそだなぁ、なんて思いながらこう笑って見てて。で、まあ彼らは、まあ、バックカントリーっていうのは結構その、まあ要はかなりハイレベルなこう腕前を要求される趣味なんですね、スキーのね。でも、なぜかね、その時ね、みんなこってんこってん転ぶんですって。でもその転び方っていうのが、 滑ってる途中にスキータンなんかがズガって引っかかってこれんって転んじゃう。なんだこれって。だから、もうみんな今日すげえ転ぶよねって話をしてて、バックカントリーだから、木の根っことかが盛り上がってるところとかにガツッて引っかかっちゃってんのかなとか思ってたわけです。で、この先、この人もこう滑ってる時になんかにガツッて引っかかってコテンで転んじゃったんです。で、なんだこれと思って、 そこ掘ったんです。なんかあるこれと思って。そしたら、出てきたのが、それなりに厚みのある木の板が埋まってたんですって。え何これと思って板を持ってズッて引き出したら、ジャララって、その板に2本鎖がついてたんです。なんだこれって。何これえこれ何もう一人コテンって転んだやつがいて。 掘ってみっつって掘ったら、全く同じ、二本鎖がついた板が縦に埋まってたんですよ。えちょっと待って、これ何って言って、みんながこってんこってん転んでたところを掘り返したら、次々と、その鎖がついてる板が出てくるんです。あっ,って思った。これ、 ブランコの座面だブランコとそれつるすチェーンでしょこれでもなんでこんな山の中にブランコこんなに埋まってんのそう思ってなんだか怖くなって山を下りたそうですえー、転倒っていう話です ある男性に聞いた話なんですが、この男性っていうのはお酒が、えっ、ー、と、全く飲めてない下校だったんです。で、大学生の時は、まあ自分だけいつもソフトドリンクで飲み会に参加してて、なんだけど就職してみっとそうはいかなかったんですね。まあ当時現在みたいにアルハラっていう言葉もなくて、酒を継がれで飲めませんなんて言うもんならもう先輩の酒が飲めねえのかと、上司の酒が飲めねえのかって怒鳴り散らされて暴力が飛んだそうです。 飲み会の度に戻して、えー、失禁して記憶が飛ぶで。気がつけばもうゲロまみれになって便器にへばりついてる。で体中にはもう見覚えのない、もう覚えのない、もうあざだらけ。まあ、そんな最低な日々だったんですね。その日は、ある焼き鳥屋で上司たちと飲んで、えー、早くもゲロまみれになって便器にへばりついてたんです。もう何回戻したかわかんない。 もう早く席に戻んなきゃ、早く席に戻んなきゃって。ああ、またでも飲まされて殴られるって。でももう体言うこと聞いてくれないんですよ。変わらず便器にへばりついて泣きながら入ったんです。しばらく格闘してる時だった。不意に後ろから肩を叩かれたんです。お水を一杯。その声とともに、 細くて白い女の腕が肩越しに伸びてきた。手にはガラスのコップ一杯の水が握られてて。あ、ありがとうございますって後ろを振り返りもせずに水を受け取ってガーって飲み干して。そしたら、もう、苦しいことないですから。そう女後ろから言って、あ、ありがとうございますって言って後ろ振り返った。誰もそこにいないんです。 そもそもここ男子トイレだし、個室トイレの鍵閉まったまま。さらに個室トイレで自分の後ろに人が立つスペースなんかそもそもないんです。自分の手には女が渡してきたこの空のグラスだけが残った。それからなんです。彼の体質が激変したんです。 いくら飲んでも酔わない、いわゆるザルになっちゃったんですね。飲んで気がつけば酒好きの上司や先輩たちがもう勘弁してくれっていう始末だった。今では奥さんとの毎日の晩酌が楽しみなんだそうです。えー、お水を一杯って話です。たまには喋ろう。 体験とということで、えー、僕がまあその場にいた話なんですけど、えー、っと、僕と、えー、が大学生の時に、えー、っと、新さんっていう先輩がいて、その人につるまされて心霊スポットも死ぬほど言ってたんですよ。で、この新さんっていうのが、なんつったらいいのかな、孔太、孔太、なんだろう、ガチ主義。<laughs> あの、やんなっつうことやんですよ。あの、こ、この心霊スポットでこれをしたら呪われるとかあるじゃないですか。なんか、祟たられるとか。あれを片っ端からやるのね。あの、っていう人なんですよ。あの、なんか、ここで振り返ったら死ぬとかを,を、とかで、だるまさんが転んだやってみたりとか、みたいな、そういう人だったんだけど、と、死に連れ回されて心霊スポット行きまくってって、で、 えっと、その時に僕入れて、先輩ら3人と僕で、えっと、4人で、えっと、埼玉行こうって話になってたんです。で、そのうちの一つが、世界無名選手の墓っていうところがあって、そこに行こうっていうことになったんですよ。で、駐車場着いた時にはもう午前2時回ってたぐらいだったんですよ。すごい暗くて、こう、すごい、森の中にね、このお墓に続く階段のライプとかが、こう、ぽつって灯ってるような感じなんですよね。 で、まあ、その街灯の明かりを頼りにして、この階段登り出してしばらくすると、まあ、こう普通にみんなで喋ってたん、え、こうシンさんが、子供いるよねって言ってきて、えってなったんですよ。っていうのは耳澄ますても聞こえなな、虫の声しか聞こえなくて。時間ももう深夜だし、ここってもうすっごい山ん中なんですよ。後で皆さん見てみるとわかると思うんですけど、すんげえ山ん中なんですよ。で、何ですかシンさん子供の声なんてしませんよ、なんて言って。 で、最初、シンさんがなんかこう、ほら、ここ、声がする、みたいな、こう、ビビらせようとして言ってんのかな、みたいな感じで、僕は受け取ったんですけど、様子が変で、いや、ほら、上の方からすっから、ほら、上だって、って、もうなんか、それが当たり前で、聞こえないお前らおかしいだろ、みたいな感じなんですよね。で、あれって思ったのが、シンさんってね、あの、 それ系のやつが嫌いなんですよ。っていうのは、行くときガチで行こうぜ、みたいな感じの人だから、ああ、そこから声がしたとか、ああ、今なんとか、みたいな感じで、サウンやつとか、シンさんマジで、そういうやつは、そういうのいらないから、って。あの、俺たちガチで見たいんだ、って。そういう風な人切るんですよ。<laughs> 二度と呼ばないの、そういうことする人は。っていう感じのストロングスタイルな、なシンさんが、そんなこと言ってたから、えってなったんですよ、うちらさんに。 え先輩二人も、え、シンおかしくねみたいな、なってて、で、えって言ってる間に、ま、階段登りきって、で、目の前、開くとこには、この開けた場所があって、そこに、この丸く円形状の、なんかね、コンクリート作りのこう建物が見えて、あ、これなんだ、って話になって。そしたら、シンさんが、あ、やっぱ子供いいんじゃん、後ろだなっ、つって、俺らの方を、こう、なんか、掘れ見ろ、みたいな感じで一回見た後に、そのお墓の裏に、首突っ 覗き込んで覗き込むんでででむすよであれいねなな変のおかしいじゃないですか、それって。いるわけねえじゃん、そんなとこに子供なんか、お墓の裏にこんな深夜2時の森の中に。で、えってなって。でも一応僕らが周りをこう、懐中電灯の明かりで照らすんですけど、もう森は暗くて、もうその光がね、木々の闇に吸い込まれるような感じなんですよ。 で、そこって大した見るとこないんですよ。そのぐらいしかないから、ちょっと回った後にもう降りようぜって話になって、先輩二人先降りちゃって、僕とシンさんが二人で階段降りてたんですね。で、僕も,もこの時だいぶもう頭おかしくなってたんで、狂ってたんで、え、せっかくしんンさんあれやりましょうよっ、つって。で,で、ね、僕が言ってあれっていうのは、ここにローカルな噂があって、えっと、階段登り切った頂上に二つ街灯が、ライトがついてるんですよ。 で、このライトが帰りに振り返ってみたときに、どっちかが消えてるように見えたならば、近いうちにその人は死ぬっていう噂があったんですよね。で、僕ら今までこう、なんか3回クラクション鳴らすとなんとかだとか、なんとかしたら死ぬみたいなところとか、めっちゃやりまくってたけど、全然なんもなかったから、もう今回もやろうってなって、お、シンさんが、ああ、そうだそうだ、それあったわ、みたいな話になって。じゃあ行くぞ、って,言って。いっす。 せーのでってバッて二人で振り返ったんですよ。で、頂上の二つのライト見上げて。二つとも明かりついてたんですよ。でちょっとこう霧が出てるみたいで、ぼんやりした光の方が出てて。あ、やっぱいつも通りか、あって、まあまあまあと思ってパッと隣見たら、シーサーライト見上げたまま固まってるんですよ。で視線が上に さあ、謎に上がったと思ったしかもパッて目見開いて、振り返って、ダーッて駆け下りだしたんですね。びっくりして、どうしたんすかたら、いいからおめえ早く来いよ、早くって、ものすごいけど階段駆け下りてるんですで、バーって駐車場まで行って、もう壊れそうな勢いで車のドアを開けて、おいおめえ早く乗れよ、おいって、怒鳴り散らしてるんですよ、ね。でも、おっつってわけもわからず僕も車に乗って、 え、どうしたんですか何があったんですかって聞いても、もうそのまま車のアクセル踏んで走り出すみたいな。何があったんですかえ、どうしたんですか審査はね。喋んのうるせえ。前向いてもままボソッと言って。それから僕らも何にも言えなくなっちゃって、もうそのまま近くのコンミにドーンって車止めたんですね。 おしたらシンさんが僕のガーって肩掴んで、おめえわかんねえのかよって、本当にわかんねえのって言うんですよ。びっくりして、何の落とすかってって、ライトだよ、ライトって見えなかったのかないや、何もなかったっすよっ。本当か。そっか。そっか。そう言って、シンさん、ボソボソ、ボソボソ、その時見えたものについて喋り出したんです。 シンさんがライトを見たとき、根元に当たるとこに黒いなんかがビトッとくっついてたと。それが黒い子供だったんです。顔見えないけど、この黒い子供がライトに腕を回してビトッとしがみついてる。ああ、この子供の声聞こえてたんだなってシンさんちょっと思ったんだけど、そいつがガサッ、ガサッってライトの支柱に手を伸ばして木登りするみたいによじ登り出したんですよ。 何してんだろうと思って見たら、ガサッ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 、ガサって、すごいけど、ズワーッって上がってて、ライトの光源近くまで登ったんですよ。ライトが子供の黒い体で隠れる。影ができる。暗くなる。このまま登り切ったら、ライトが子供の影で完全に隠れて消えてるように見える。見たら死ぬそう思って隠しきる直前にバーッと振り返って走ったんだ。 俺お払い行くわ。そう言ってしんさん、人生初のお払いに行くことになったんです。えー、ガサガサっていう話で、えー、本日の10話です。えっと、リサイクルショップの店員さんの話なんですけど、リサイクルショップで、えー、いわゆるおかしなことっていうのは、 もうなんか割とあるあるみたいなんですよね。話を伺うとね。例えば、なんか夜自分で作業してると誰もいないところからこうテコってこってこってこって足音がするとかね。あとなんか視界の端に人が通ったような感じがするとかね。そういうのってなんかもうね、あるあるの域みたいなんですよね。なんだけど、そんな中でも、あ、これはと思った出来事の話です。えっと、 ある時から、このカウンターの中で作業をしていると、お客様の接客とかね、支払いとかね、あとはこの持ち込まれたものの査定とかね、そういうのをしてると、ズボンの裾をピッピッって引かれるような感じがするんです。なんだろうとってパッて見ると、誰もい,いない、何もい,いない。なんだろ、う、気のせいかな、と思ってまた作業してると、ズボンの裾をまたヒュッヒュッって引かれる。ん 下を向く、まあ、地面の方ですからねパッて見る何もないないだろうなこういうのを見る、体験するいっぱい出てきて。で、それと同時にもう一つあったのは、変な音がするっていうものなんですけど、このカウンターの中で変な音がする。それはどんな音かっていうと、えっとね、モップを吹くような音って言ってたんで、要はね、布っぽいものが、地面をこう引きずる時の、この、この、 小さいこの、絹ずれのような音のことだと思うんですよ。が、こう、吸ってるような音だと思うんですよね。ツッっていうような感じなんですよね。多分。が、する。で、見ても何にもないんです。ないんだけど、何かが床を這うようなつッっていう音がする。これなんだろうねという話には、このスタッフたちでみんななってたんです。そんな中、 とあるものが売れて、これがピタッと止むんです。で、ああ言われてみればと、確かに音が鳴り出した時、これ入荷した時だわって。で、その売れたものを考えてみんな、ああなるほどねって納得したって言うんです。何だったと思いますそれは、 ベビーベッドの上に置いて、くるくるメリーゴールドみたいに回って子供をあやす、ベビーメリーだったんです。ああ、そっか。ズボンの裾引いてたのって、要は腹ばいの釣りばいしてた時なんだ。あ、あのモップみたいなする音って、釣りばいしてた時の、お腹で床をすってた時の音だったんだ。 そう気づいて、ガテンがいったそうです。えー、裾に触れるという話で本日のおかわりになります。